どうもどうも、こんばんは。はい、どうも。はい。ちょっと遅くなりました。今日は、ドラフトですね。はい。例によってドラフトをやっていきます。で、今日なんですけど、ドラフトの対戦もまあ、できればしたいんですけど、アリーナで普通に。対戦もまあしようかなとは思ってるんですけど、まあそれは時間があればかな、どちらかといえば。メインは、こっち側っすね。前、先週ちょっと配信飛んじゃったんであれなんですけども、先々週にやるって言ってた、このコモン、アンコモンの点数評価ですね。これアンコモン、これもう上川じゃなくて、イニスタじゃないですか、直さないとな。まあこの辺を完成させようかなっていうことと、オブジェクトの、上記なのか。オブジェクトで消して、はい。で、上川のコモンに関しては正直ですね、本当に初期に作ったものからほとんど変わってないんですよね。まあ、一部変わっただけなんで、こっちは多分すぐ終わると思うんで、まあ、メインはアンコモンの評価および、イニストラでもやったかな。このアーキタイプ評価ですね。これもまあやっておこうかなと思っております。まあね、こういうのって本当は序盤にやる方が、いい気もするんだけどなかなかこうね飛んでしまったので、まあもう本当はこれはもうこの環境をこう思ってますっていうある意味結論ですね。結論に関してはこれやっていこうかなという感じですね。もう、3週間、まあ一応まあ23週間あるのかな。まあでももうすぐね、診断のニューカペラが出ちゃいますし、ニューカペラそのもののもうねスポイラーというか、まあ、カードも結構公開されてますからね。なんか、オブニクシリスとか、チャームというか、まあ、チャームでいいんかな。まあ、チャームサイクルとかね。出てますよね。なんか、オブニクシリスとかもすごい高いらしいですね。予約販売とかだと、なんかもう6000円とかだっけな、確か。オブニクシリス。予約販売ってそもそもやってんのかな。なんか一応ね、まあ、これまあ聞いた話なんだけど、あ、これが黒木製薬でもねえな。まあいいや。なんかめちゃくちゃ高いって話をね、聞いててね。まあまあそういうのがもう出ちゃうんで、まああれですけども、一応まあね、上川、まだ、まあ言うてまだ2、3週間はあるんで、それをやっていきます。はい。ということで、まあまず顧問の方の完成ですかね。で、結構頭そうだな。微妙な順位は変わりましたね。まあ、トップコモンに関しては正直、まあ、これは変わんないですね。まあ、このカードが、例えば、まあ、そういう順目に流れてきたら、まあ、この色は空いてるなって思うっていうのは、まあ、そうなんだけど、ただ、色としての強弱的に、やっぱ青がちょっと下がってるから、ちょっとまあ、ここの辺の価値が下がって、で、まあ、黒は、まあ、色は強いんだけど、コモンで単品で強いからあるっていうのはほんとこれしかないかな。なんでまあ、これからの水準目できたら取るみたいなところですよね。まあ除去はもう変わらずで。緑も、まあ弱い組み合わせ結構あるんだけど、逆に緑が入る組み合わせって、このカード大体すごく強いんですよね。どう組んでもこいつがほぼなんか必須というか、まあ、一番強い4招きみたいな感じになっちゃうことが多いんで、まあこいつに関してはもうトップコモンですね。で、格闘もまあそうですね。まあ当然格闘っていうものはね、軸としてはあんま強くないんだけど、まあ、とはいえ、さすがにこの、まあ、ビーム、一方的格闘かつインスタンっていうものはね、格闘の中でもまあ最強に近いカードで、で、緑ってやっぱ除去がどうしても薄くなりがちではあるんで、そこを補う軽いカードっていうものもね、替えもまあないんで、トップコモンで変わりませんよと。はい。で、その下ですね。まあここら辺はまあ別にまあまあね、まあどうでもいいと思うんだけど、こっからですね、大事なのは。で、強めのプレイアブルって言ってるところだと、まず、白はまあ変わんないですね。まあ、こいつが抜けてるかなと思ったけど、まあ、普通かなに落ちたぐらいかな。まあ、でも強いですね。うん。まあ、これが3枚とか入っても全然問題ないし。で、こいつが、まあ、まあ、変わんないな。まあ、でもまあ、強めの中では優先度低いってほどじゃないですね。なんかまあ、5マナがなかったら取るし、みたいな。で、ごまなのカードって、まあ、白身のとか組むと結構、生まれがちなんだけど、結構環境的にごまなのカードが強くないことが多い。まあ、アンコモンとかね、レアとかがないと、コモンだけだとごまなってあんま強くはないんで、まあ、そういう意味でもこのカードは悪くなく。で、こいつは結構評価上がりましたね。そのすれ違いになる展開がやっぱ多いんで、うん、まあ、その殴るデッキであっても、ちょっと入ってもいいぐらいはあった。ただまあ別にトップコマになるぐらいでもないし、いっぱい入っても強くはないんで、まあ変わらずってところで。で、青もまあ、こいつは、まあやっぱその、多分これ作ってる時も言ってたと思うけど、まあ、落としても全然いいですね。ただ、まあ、なんか、結構、1枚は欲しいんですよねっていうところで。あ、どうもどうも、竹谷さん、レイド、ありがとうございます。なんでまあ、で、こいつもまあ忍術デッキを組む上では必須だし、まあ青枠でも強いんで、はい。ってところだし、このコイさんが、まあちょっと落ちたかな。その圧倒的トップ顧問、この中では圧倒的な上位っていうふうに考えて、このタイミングはね、まあ、でかく画像を作ってたんだけど、まあ、このコイもまあそこまででもねえなみたいな。強いカードではあるし、まあその2枚ぐらいだったら喜んで入るんだけど、まあ普通の、うん、まあ状況によっては入んないしぐらいのカードになりましたね。で、こいつもね、やっぱちょっと重くて2枚、このカードは2枚欲しくないから、ただ1枚は欲しいんですよね。っていうところでまあちょっと画像をでかくするまではないみたいな。まあここは変わんなくて、ここも変わんなくて、で、ディッチャに関しては、まあ、ここはまあもう難しいっすね。ただ基本的に環境的に強いデッキっていうのは、青黒以外はめちゃくちゃ効くんで、で、青黒にも一応機能はするから、まあいいかなっていう。例は結構当たるしね。で、統制は、まあ、普通に強いし、だこの辺は変わんないね。はい。ここで変わらず。まあ、順位、その位置づけはあんま変わんないかな。まあ、これぐらいっすね。で、その下。まあ、イメージで言うと、トップコモンに入ってるカードは、まあ、3枚取れたら3枚喜んで入るぐらいのカードですね。で、強めっていうものは、特定のデッキにしか入んない。あるいは、まあその、2枚ぐらいは、まあ、入るけど、3枚はちょっと入んねえかもな、ぐらいのカードですね。まあ、あるいは、1枚は絶対欲しいっていう位置づけのカードです。うん。だからまあそれで例えばこれとかは、まあ3枚入ることもまあ許容できるけど、まあ2枚ぐらいでもう1枚別のカードの方がいいよねっていうぐらいのカードパワーらしい。まあ1枚は結構欲しい。これも欲しい。けど、まあ2枚は微妙みたいな、そこですね。で、これはアーキンによってめっちゃ欲しいカードだし、で、コイもまあ2枚ぐらいはちょうどいいって感じのカードですね。っていうまあ基準です。で、ここのカードは、まあ1枚ですね。みたいなところ。2枚以上入ると、ちょっとうってなることがある。あるいは、アーキタイプによっては複数枚入るですね。ただ、そのアーキンの角にはならないって感じかな。その3枚入ることを許容するけど、別にまあそんなに嬉しくはないとか、まあこの辺のカードかな。まあ2、3枚許容するけど、まあ別に、みたいな。例えばこれとかだね。まあ理想はアンコモンで埋めたいけど、まあこれだけになっても最悪 OK みたいな。立ち位置のコモン。あるいはまあ、こういうカードですね。まあ別にその弱いわけじゃないけど、複数枚入ってると大体デッキ優位やなってなるみたいな。とか、まあシナジーとかはあるけど、やっぱ単品、その、クリーチャーとしてのスペックが高くないから、あんまり枚数入ると負けやすい。こことかもそうですね。まあその、白黒においては、2枚入ることもあるけど、まあ、でもやっぱりまあ1枚ぐらいが一番ちょうどいいってカードですよね、この辺とか。まあそういう系のカード。で、これとかは、主に赤黒においては、まあ、いっぱい入ることもあるって感じですね。これに関しては完成度が求められすぎるんで、デッキの完成度が非常に高いときは、4枚、5枚、6枚、喜んで入るし、逆に完成度が低いときは、まあ、入んない方がいいっていう、まあ、あんまりのカードなんでね。まあ、普通ぐらいっていうところでいいかな。ただまあ、これが遅い順目で来るってことは、まあ、1パック目ですね。1パック目の色を考える際、何にしようかなって悩んでるタイミングで、遅い順目で来るのは結構、要注意のカードですね。やっぱその、アーキタイプの核になる。角じゃないな、その、完成形の時にめっちゃ強いんで、まあ、とりあえず取っとこうってなるカードなんですよね。取っておくとすごい受けになるんですよね、このカード。流れが良かったら噛み合うし、流れが悪くても、自分が言ってる最中に流れが良かったら噛み合うし、悪かったらまあ使わなくてもいいし、別に1枚だったらまあね、全然使えるんで、ちょっと重くてもね、使えるから、まあそういった、こういう性質のカードが遅い順目で来る。例えば1の7とかね、とかに来ると、この卓もしかして赤ファクトデッキが、まあ、あんまりいない。うん。1人いるかもしれないけど、0人の可能性もあるなっていう風な判断ができるんで、まあ、こういうカードはね、結構要注意ですね。まあそうっすよね。まあ、やっぱ赤デッキはね、そのアーキタイプとしては強いですからね。で、まあこいつは、まあ、やっぱね、能力は強くないんだけど、まあ侍かつ200なんで、まあ戦士か。侍かこいつは。侍かつ200なんで、まあ、みたいなところだし、まあこの辺とかもそうですね。アーキによっては、まあ入るみたいな、あるいは複数枚入るぐらいのカードなんで。うん。はい、まあ、この辺とかもまあやっぱ変わんないかな。まあ、まあ、9枚変わんないですね。はい。はい。で、弱めのカードで上がるカードがね、確かあったんですよね。なんだっけな。弱めに置いたけど、これ結構やるやんってなったカードが、あれなくね？あ、この前も、こいつか。まあでもこれはまあそうね、こいつは侍デッキにおいて非常に優秀です。はい。まあ3枚入る。なんならこれを上回ることがある。まあそれに関しては完成度によるかな。刀が2本以下の場合はこいつが上です。3本あるときはこいつが上になるっていうね。どうもこんばんは。侍3体か。この方ね、基本僕1枚だと思ってるんですよね。連打して勝つ展開もあるけど、やっぱその序盤引いて弱い時も当然あれば、このカードがね、弱いマッチアップも結構あるんですよね。例えば、忍者とか、それから、まあ、単純にでかい相手とかかな。とかだと、基本的にアタッカーとしての役割を持てず、で、ブロッカーにもならないタイミングとかあったりするんで、そういう時はやっぱ弱いですね。まあ、スクライさんが結構ね、2ドローぐらいの価値を持ってる瞬間が多いんで、まあ、特に後半はね、6ターン目とかの、このスクライさんって結構2ドロー分ぐらいのバリューがあったりするんで、まあ、1.5 ぐらいかな、イメージ。1.5 枚分ぐらいのドローの価値があるから、うん、結構悪くないんだけど、ただまあ、だから1枚は強いんですよね。2枚目以降がちょっとこう、まあ、かさばって打てない展開、効かないマッチアップっていうことを考えるとリスクになるんで、まあ1枚のカードかなとは思ってます。っていう意味ではここにいますね、こいつは。1枚目の価値は高い系のカードかな。はい、そうですね。こいつはね、いや、だいぶやりましたね、思ったよりも。そう。まあ、侍、ほんとその、刀が何本あるか、かな。で、1本もないと、当然、まあ、結構アンプレになります。ただ、2本あれば、2枚まではプレイアブルみたいな感じかな。まあ、1枚かな、でも、2本だったら。2枚あってもいいかな。で、3本あったら、もう3枚ぐらい入ってもいいみたいな。これがゼロでもいいぐらいですね。実際のところ、2ターン目にポンって置く上では、こっちはいいんですよね。やっぱり、この環境ってタフ位置をいじめるカードが複数枚ある。まあ、アンコモンではあるんですけど、梅沢の生涯とか、だから、まあ、3マナ 3.1 点オールとかね。まあ、普通に強い系のカードであったりもするし、2ターン目にこういうカードが出てきても、ちょっとね、まあ、うっ、なるんで。まあこれには殴っていけるんだけど、これね、殴られちゃうと認知されるんで、ブロックしたいんだけどできないんですよね。っていうところで、パワー1、1/1のクリーチャーを止めれるサイズ、かつ、まあ、軽量除去に当たんないっていうところに価値が回るんで、これカードはだいぶ評価上がりました。で、他だと、他はまあねえかな。まあそうですね。ただまあ、この辺のカードは、弱めのプレイアブルではあるんだけど、あくまでプレイアブルなんで、状況によっては全然入ってくるし、例えばですね、まあこういうカードとか、まあ、こういうカードは、みたいな、今回のピックやべえみたいなあった時に、とっても頼もしい、ことになります。よくある話でさ、もうこれもまあ100回言ってるかもしれないんだけど、ドラフトって03だけはね、避けなきゃいけないんですよね。だからなんとか、本当にやばい時、うまくいかないピックをした時には、なんとか1勝する、まあ、ありなりだったらまあ3勝かな、目標は。参照するために紛れで勝つデッキを作る必要があるんですよね。で、紛れっていうのはつまり強い相手が事故った時とか自分がぶん回った時とかに、まあ、運が良かったら勝てるっていうデッキを組む必要性がある。で、そういう時には、まあ、こういうもう多少ね、そのまあなんだろうな、リソース、あんま損してしないけど、まあ、リソースを損してでも打点が入るからとか、まあ、タミオの完成化とかでリスクもあるし、複数枚引くとちょっと展開が滞っちゃうし、まあ、クリーチャーとしてもね、そこにバリューがあるわけじゃないけど、ただまあ打点、速攻ある打点を持ってるカードみたいな、こういう系のカードが、やばい時にはね、火を吹くんですね。だからこういうカードでなんとか、まあ、BO3 のあれだったら1勝拾うし、BO1 だったら3勝を拾いに行くっていうのが大事なんで、まあ、これだけもそれに近いですね。でもこの辺のカードは結構ね、弱め、いっぱい入ると本来は弱いデッキになるんだけど、逆に弱いデッキの時は、勝ちにいけるっていうようなね、そういう感じです。はい。そうそうそう、もういろんなカードにつけて、あの手この手でね、打点を通していこうっていう。だからまああくまでここに弱めって置いてあるけど、だからといってまあアンプレではないですね。全然そのあくまでプレイアブルだし、状況によってはもうまあこの辺は超えることがある。今回やばすぎるからリッチャランって取ってる場合じゃねえっつって俺は速攻だみたいなのはもう本当にあります。はいはいはい。いやでも意外とね、そのまあ、11飛行についても、まあ、3点しかないけど、飛行にこれつくとね、もう本当にアンブロになるんで、まあ、馬鹿にはできないですね。需給がなかったらきついからね、実際。はい、これで、まあ、この辺は変わんないから、まあ、こんなところかな。まあ、ここが上がったぐらいですかね。はい。はい、まあ、この顧問に関してはね、まあ、前も話した通りで、まあ、そこまで大きな変動はないので、あくまで、まあ、前座的なあれですね。で、本番は、ここからでと。アンコモンの評価ですね。やっぱりね、ドラフトっていうのは、コモンがすごい大事。まあ、当たり前で、まあ、枚数比率がね、圧倒的に多いんで、大体まあ、デッキの半分はコモンになるんだけど、やっぱりそのデッキの核になるのはなんだかんだ言ってアンコモンなんですよね。どのアンコモンがピックできたか、あるいはどのアンコモンが流れてくるかによってデッキ決まるんで、そこの評価はすごい大事で、で、これ何も用意してないんで今から用意します。こういう感じで、ね、こっからここにペタッて貼っていこう。ちょっとサイズちっちゃくして、こんな感じかな。はい、順番に見ていきましょうか。まず白のアンコモン。はい、これ強い。払拭の斬撃は、まあ十分に強い。トップアンコまではいかないかな、でも。アンコモンとしては、なんだろうな。まあ、トップアンコに入るカードは、もう複数体自撃ったりできるぐらいのパワーを持つカードか、あるいは、まあ、除去にしてもね、とても性能のいい除去。これはまあとても性能のいいよりの状況なんだけど、ただまあその条件がちょっとあったりとか、そのねタップ状態であるとか、ディッチャリしかないとか、あとまあそのダブシンとかもあるんで、まあこのスペックだったら、あれならまあトップ顧問級の、まあちょっと上ぐらいかな。まあそのこれよりは上だからね。パッシーよりは上で、だこれと比べたときに、まあ基本的にでもこっち取るな。それで言うとまあ、トップアンコに置いてもいいのかな。で、ちょっとね、トップアンコに置くには微妙なんだよな。個人的な感覚的には。まあ、ちょっとこれはここに置いとこう、一回。トップコモンよりも上。トップコモンよりも上だけど、トップアンコに置くのかっていうのはちょっと違和感がある。で、はい。ダブスとキツネも、まあ、これもトップコモン級っすね。ああ、パッシーよりは上っすね。とりあえず。そうですね。まあそういう瞬間もあるしね。まあやっぱその破壊したいときにタップ状態、あくまでそのなんだろう、復讐というかね。復讐って言ってわかんないか。ギデオンのマイナスにも復讐だしな。なんかまあまあ、タップ破壊やな。タップ破壊にはまあ、恨みがあるっていうのもあるから、まあ、とても性能のいい職業なんだけど、っていう感じですね。はい。で、乗り手の生まれは、普通。たまに役立つけど、まあ、普通っすね。はい、まあ、アンプレでもないけど、顧問でもこれより上のから全然ある。例えば、まあ、これとかこれは序盤だったらこれ多分取るしな、みたいな。これもいいですね。まあ、この辺はちょっとまあ、アーキによるけど、まあ、でもアーキが合致している場合は絶対腰取るんで、まあ、普通より。まあ、入ってもいいけど、まあ、よく入らんみたいな。で、基本的にご神体はそんなに強くないですね。ただ、複数体揃った時に価値があったりするし、まあ、サポートカードもあるんで、一応まあ、普通に置いといても、まあいいかぐらいかな。はい、こいつ弱いっす。こいつは別に、まあ、よく入んない。所詮21だからね。はい、これは別に、ここに載せるまでもない。まあ、普通に置いてもいいけどね。ただまあ、実際のところ、じゃあこれとこれどっちがいいかって言われると難しいんですよね。やっぱタフ石っていうところにデメリットはあって、で、大きいところに乗れるっていうところに価値を持たない場合、所詮であるとこの環境21ってすぐ止まっちゃうんで、一番になるバリューもあんまりないから、まあ、有用な能力を持ってる方を選ぼうって感じになるんで、登場3とか4とか多かったらこれは弱いんだけど、逆に登場2以下しか入ってないんだったら多分こっちの方が入るっていうぐらいですね。これよりも。なんでまあ、はい。まあ一応ね、そのファクトカウントっていうところにも価値はあるから、まあ白黒組んでてファクトがねえなって時とかは入るけど、まああくまでそういうレベルのカードなんで、これはまあまあ。で、これはトップ顧問、トップアンコです。強いです。この機体は誰でも欲しい。強い。強いぞい。語るまでもない。で、他のあんこ。強いぞい。もうとりあえずね、アドバンテージを取る標準サイズを持つクリーチャーは常に強いし、こいつら勝つからな、結構。まあ、特にこっちかな。この山崎兄弟はさ、自身が殴る必要性がないっていうところすごいっすよね。よくもさ、まあ、こいつの方はね、若干それがしづらいんだけど、特に多いのが、赤い方のね、山崎。将軍ですよね。あ、どうもどうもこんばんは。で、将軍の方は、その、戦士がね、ファクトであること結構あるんですよ。例えばその4マナ34でサクったらどうこうみたいなやつね。あ、サクってパレニパレですか。すり合わせとか、あれ戦士だし、まあ、まあ、1マナ2に速攻まで侍かなとかなんで、自分で自分というか、まあなんだろうな。侍が交互にその殴って回収するみたいな展開があったりするから、あっちの方は本当に1まで勝つことが結構あって。で、こっちの方は、まあ、エンチャントクリーチャーでっていうのは、多分2マナ2インチのあいつぐらいだったかな。そんなに多くないんだけど、まあ、一応、まあでも、まあ、白緑はあるかな、確か。白緑なんかじゃなかったっけな。まあまあいいや。とりあえず、まあでもまあ、とはいえ強いって感じでね。はい。で、これも強い。トップあんこにちょっと置きすぎか、これ。トップあんこ、なんか、てか強くねこの環境のあんこもん。待って、イニストラードのあんこもんどうなんだった？あ、はい、トップあんこでも特に特別なものをこう抜き出して、で、それよりもちょっと劣るキャラ強いやつらこう置いてたのか。なるほど。そういうやり方？はい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 。なんかそう枠がねえなと思ったんだよな。まあ各色のトップあんこをバンって置いてるのか。はい。まあじゃあそれでいいか。いや、そうですね。ちょっと強いな、カード。で、まあこれはね、ちなみにトップあんこほどではないな。基本的には6マナ44飛行なんで、ただこの環境飛行がまずね、飛行がすごいこう、狭い、少ないので、まあそこだけでも、それでもまあまあ使えたりするんだけど、ただまあやっぱセレズニアで組んだ時とかね、まあ、うまく合致してる時は3マナとか2マナでプレイしたりすることもあるので、まあ、とても強力。ということで、まあこの辺かな、みたいな。デッキはやっぱ選ぶね。赤白はね、勝つからね、もう、これはね、100回は言ってる気もするけど、赤白は結構強いよ、つって。赤白がね、0-3するのは、赤白の組み方が分かってないと結構負けるんだけど、逆に分かってると赤白は安定して、まあ、4勝ぐらいはする。なんかね、その上位陣、赤黒とか青黒の上位デッキには勝ちづらい。あんま勝たないんだけど、ただそこそこ勝つって感じだね。例えばその、8ドラ、リアルでやるような3回戦の対戦で言うと、まあ2勝はすごいしやすいデッキですね。もちろん当たり運とかもあるから、あれであっても、まあ、赤黒、青黒とか踏んで、事故ったとかで別にまあ0-3することもあるんだけど、それはまあ全部同じだからね。もう強いデッキ組んで0-3することも全然あるから。あくまでまあ、技量っていうか多分まあ知識の問題かな。その、どうやって組むかを知ってるかどうかだと思うんですよね。このアーキタイプはこうやって組むと強いよっていうことをちゃんと認識していれば、まあいける時に行けばね、それは組めて、まあまあ勝つみたいな、なるかなっていうところですね。で、リングは普通の強い除去。リングがね、このトップあんこにいなかったことがないというね。で、パッシーよりも明確に強いしね。それでやっぱこうだな。やっぱこれ、マジで白のあんこ強いな。で、まあトップ、どれをトップあんこに置くかっていうと難しいけど、いや、この5枚がさ、バラって、まあ、出ないんだけど、絶対出ないけど、バラって出たらどれ取るかな、初手。初手は難しいよな。いや、でもこれかな。多分これが、いやでも白なんだよな。赤だったらね、いや、難しいな。エンチャントは結構墓地に落ちづらいっていう性質があるため、若干、むずい。で、これはちょっと、それで言うと、これがこっちに、でも、いや、ここに置くには強いからな、このカいや、むずいな。白の突破アンコモン決めましょうって言われてめちゃくちゃ難しいですね。で、まあ、これは、はい。あと、まあ、両面か。両面のアンコモンも見るか、先に。とりあえず抜き出しておこう。まあ、お前だーお前だーつって。トップアンコ、ここにいたーつって。じゃあ、トップアンコオンで。トップアンコ出ました。君主今田は、まあ、むずいっすね。まあ、普通に置いていいかな。普通に置こう。あ、ちょ。自己主張が激しいな、こいつ。まあ、みちこ、じゃあ、こっち側をちっちゃくして、あれ？違う、どこだっけ？サイズ、こっちか。じゃあ、サイズ。幅3センチぐらい、こんなもんか。で、じゃあ、トップコモンです。で、こいつらは、まあ、強カード、じゃって、この辺に、チュンって置いときましょう。で、はい、青ですね。青は結構アンコモン微妙なの多いんだよね。まあ、タコもね、まあ、強い時強いよね、タコは。弱い時がちょっと弱いんで、まあ普通ですね。働く時はすごいんだけどなーっていうね。でもこいつらはさ、もう一発ネタなんだよね。まあ、使えた時嬉しいぐらいのカードらしい。まあ、入らん。で、これもまあ、たまに、まあ、これは普通かな。まあ別にプレイアブルではあるけど、別になんか、コモンの表で言うと、まあ、ほんとここっすね。ここにいるぐらいのカード。複数枚入ったら強いことあんまない。まあ、たまに強いけどね、このカード。たまに強くなるんだけど、結構ね、強くなることがレアケースなんで、まあ、大体普通にいるカードっすね。本質の把握もまあ普通っすね。やっぱダブルシンボルきついっすね。青ってどうしてもね、メインカラーになりづらくて、青のダブシンはね、ちょっときつめなんですよね、他よりも。で、これはあんま強くない。まあ、普通に入れてやるか。入れたくもない。いや、でもまあ、入るとき入るし、まあまあね、偉い瞬間あるからまあいいでしょう。で、青アンコマップやべえな。これも強くないしな。登場3が重すぎるんですよね。あ、これは強いですね。でもこれトップ顧問に置きたく、あ、大丈夫だ。トップ顧問はいるから大丈夫だ。普通の、まあ、強アン顧問。で、これもまあ、強アン顧問ですね。やっぱその、いいスタッツをしていて、能力も非常に強い。結構勝つんだけど、やっぱ除去されてね、終わることもあるから、まあ、それでまあトップ顧問のこっち側がいいか。こっち側に置いといて、かな。で、青のトップアンコはまあ、決まってますよね。はい。あ、ちょ。こいつは、まあ、うん。結構ね、この環境、ドローが実はあんま強くないんですよね。いや、まあ、ドローが強くないは今嘘なんだけど、ドローが強いんだけど、ドローするカードが結構たくさんあるんで、まあ、ルーティングがな、結構あるから、あんまこのカードを使ってルーティングしたいっていうことがあんまないんだよね。結構ね、その、コモンでリソースは取れるんで、だし、リソースを取るデッキに対して多少取っても勝たないから、殴るデッキはもうね、ドローとか入れずに、まあ、軽いルーターだけでよくて、で、殴んないデッキは、もっとがっつりシステムでドローするから、このカードはそこを揃えるための補助にはなるんだけど、このドローがあって嬉しいにあんまならないことが多いですね。もちろんまあトップしたら嬉しいんだけど。はい。まあ、ということで。まあね、やっぱ両面あんこ強いね、こう見るとね。はい。まあ、トップあんこ。まあ、レアっすね。やつはレア。あ、これはもう非常に強力なアンコモンですね。ただ、これもめっちゃむずいな。いや、これね、黒のね、コモンが強すぎて、いや、むずいんだよな。もちろん単純な軸としてのスペックは、アンコモンの方が上なんですよ。ただね、このカードシナジーがめちゃくちゃ多いんですよね。エンチャントが、まあ、その参照するシナジーもあれば、まあ、直接的に回収するパターンもあるから、で、まあ、緑黒組んでる場合は、あっちよりも全然こっちなんですよね。で、白黒はね、まあでもまあ、1枚目はこっちって考えると、まあ、ここになるのかな、このカード。これはちょっとね、あいつが強いのが問題。基本的にトップアンコスペックだけどね、これ。マックス2マナのね、確定除去って、めちゃくちゃ強いですからね。本来マーダーがここにいるからね、普通だったらね。裏目が一切存在しないインスタントの確定除去、3マラのインスタント確定除去って本来はここにいるカードなんで、それがここにいるあたりやっぱそのこの環境のカードパワーの高さ感じますね。まあ、こいつは強いので、まあただ、どっちだこの環境のトップアンコって、でも正直高校だと結構上級にいるから、ここなんか、いやこれ難しいな、歪んじゃうな、これ結構。トップ顧問級っていうのをトップ顧問が一部強すぎて、ちょっと、ちょっとなこうやってさ、カードパワーで言うと、これこうだからね、これ。ちょっとこいつだけ異常に強いからな。まあ、実際、まあでもまあ一枚、まあ除去は他でもいいっていう話もあるから、まあこっちでもいいか。ちょっとこれ、まあ後で画像サイズ調整しよう。こっちにしとくか。これは、早いね。あ、これは強いですね。これもまあトップアンコ級ですね、全然。忍術。トップコモよりは基本的に強いし、これだったらまあ、ダーバニーを流してもまあ、いい瞬間もある。やっぱりその忍術っていうところにシナジーがあるんで、いやでもなでもデッキによっては全然こっちなんだけどね。やっぱりこれシナジーがあるのがでかすぎるんですよね。ほんとこれが一切シナジーがなかったら別にまあこれは強くないんだけど、シナジーがね、白黒緑黒においてはかなり強いんですよね。だからそこが点数が上下しすぎちゃうな。こいつらは普通ですね。たまにたくさん倒せるけど、まあ大体の場合2個石取ったらめちゃくちゃ嬉しいぐらいのカードですからね。よく犬倒してますね、こいつ。犬倒して、相打ちして、得した気分になって、実はしてないのが多いですね、このカード。で、これは、まあ、忍術すると楽しい。けどやっぱちょっとね、大変なので、まあでもまあ、弱いことはマジないからな。基本的には強いカードなんで、もうここでいいかな。うん。トップコモン給料全然あるね。で、こいつはマジで普通なんですよね。まあ、感想をね、あんまりしないことで有名、このカードは。で、相手が感想をしてくると、結構、ふーんってなることが多いですね。まあ、しない方がいいんちゃうって思うことがまあまああるぐらいの、そう、カード。それターン飛んだかみたいな。あ、そう、モードがあるのは強いけどね。で、これは、まあ、あんま入んないね。これは強いですね。うん、パンコも強いね、黒。これもトップ顧問級の強カード。やっぱね、このカード気あるとね、ブロックできないからね。結構さ、そのね、よく3マナ11飛行のね、あいつが殴ってきて、で、横になんかこういう微妙なら殴ってきて、まあ、最悪やっぱあれか、これかな、この111、211が一緒殴ってきて、って忍術されたらまずいんだけど、これだったらまずいなーって思いながらブロックして、まあ、スッって出てくるね。よくあるやつですね。これはまあ、うん、どちらかといえば、まあ、弱いよりっすね。たまに強いんだけど、まあ、うん。これもまた難しいな。こいつをね、リアニメイトで使ったこと、マジでないんだけど、ただ、結構ね、出されると困るんだよね。その、まあ、もう一個カウンターが乗ったらまずいから、ソーサリーの時期あるときには、打っとこうかなとか、よくなるし、まあ、殴ってきたら、ちょっと無理しても倒そうかなってよくなるんですよね。今殴ってくるってことは、まあ、ないだろうってわかるんだけど、でも、もしトップされた場合、めっちゃやばいってなるんで、この中で結構ね、プレッシャーはかなりあります。プレッシャーはあるけど、まあ、あんま強くはない。ただまあね、323、100があるから、まあ、悪からずですね。はい。ってところで、まあ。で、赤、じゃねえや、両面か。黒の両面あんこは、あー、こいつらか。これちょっと下がったんだよね。だから、もしかしてこれあれ、青の両面1個抜けてる？青の両面1個なんだ、あんこもんは。黒が2個あるんですね。はいはい。君主混んだじゃねえわ。こいつらはむずいっすね。夜の長いやつはちょっと落ちた。最初は圧倒的トップ暗号だなって思ったんだけど、まあ、結構やっぱ早いし、例えば赤黒とか相手にすると、遠くに避けられて終わりが結構あるから、やっぱり遅いですね。やっぱ遅いところが問題だな。なんでまあ、強いトップ顧問級のスペックはあると思うんだけど、トップ暗号っていうにはちょっと難しいな。で、まあ、これもな、非常に強いんだけど、トップアンコモンって言われると、ちょっと、まあ、そう考えると、まあ、この辺は、まあ、こういう感じなんかな。むずいな、これ。なんか、こう見ると、これもここだな。こんな感じにして、黒の圧倒的突破アンカーはこれ不在ですね。強いて言えばこれなんだよね。これなんだけど、多分ね、初手1の1で、この黒のアンコモン全部と、この中から1個選べって言われたら、多分これ取るんですよね。なんでまあ、これかな。敏郎、勝率えぐい。どうなんだろう。いや、強いんだけどさ、敏郎ってさ、その、もう、なんだろうな、環境的に構築段階で結構嫌われちゃうんですよね。まあ、嫌われるじゃないですか。その、もう、敏郎って、今は特定デッキにしかマイナスで倒せないし、だから、なんだろう、アドバンテージを取ることはもちろんたくさんあるし、強いカード。間違いなく強い、トップあんこ級のカードなんだけど、なんか、難しいですね。で、本当にこれトップかって言われると、結構個人的には敏郎よりもダーバイン取るかなって気がしたんだよね。勝率はでも気になるな。17ランズだっけあれがなんかデータあるんだよね。あれね、未だによく分かってないんだよな。17ランズ。インストールすると見れるのか。いや、もう、だからそのタフイチ、この環境、点数が下がってるんですよね。そう、大前提としてですね。例えばさ、その、こういうカードって、赤白の侍アーキにおいては、まあもちろんもう入るんだけど、でも、こういうカードが多いときって、こっちが余る、なぜかっていうと、タフイチに対する、タフイチの価値の低さなんですよね。タフイチの環境的に弱い、その、梅沢とか、赤の3マナ1点1点とかあるから、タフ1がもうきついっていうのが前提の環境なんで、そのタフ2を取れるんだったらタフ2を取るって感じなんですよね。そのリスクを負ってでも入るぐらいのカードしかタフ1的には入んないんですよ。この環境っていうのは。つまり。雑にこういうのを入れちゃうと、まあ、負けるって感じですね。だからこれとかもそうですね。こういうのって、もう一部のデッキしか本来入んないんですよ。こういうカード。あるいはまあ、これもそうだね。これとかっていうカードも、本来はもう一部のデッキにしか入んないし、一旦にプレイするカードないんですよね。これは、例えば、わかりやすくて、このカードって、もう、相手が殴ってくる直前のターンに出すカードなんですよね。交換したいカードに対して。っていうカードだし、で、このカードとかってもう、ほぼアンプレイに近いんですよね。もちろんアンプレイじゃないんだけど、そういう感じになってる。そう。で、なぜかっていうと、その、マイナスが当たるからですね。侍が弱いだけ。いやー、どうだろう。まあまあ、もちろん、まあそこは難しいですね。まあ、これは僕の考えなんで、まあ、実際違うって言われたらまあそうかもしんないけど、うん、まあ個人的にはそう思ってるって感じかな。うん。まあ、難しいですね。多分、まあ、強い言い方をすると、おそらくその、低ランク帯での狩りがすごいとかあるとは思うんですよね。あるいはまあその初動かな、最初の方とか。カードプールを把握しないタイミングでめっちゃ勝ってるとかもあると思うんだけど、逆に多分ミシックランクとかになると多分そんなない気もするんだよね。うん、結構そこは難しいですね。もうそこは環境をどう見るかにもよるんで、例えばもしその、もしかしたら最上位はそうじゃなくて、もうタフイチとかバンバン使って、そういうリスクはもう考えずにというか、まあ、リターンを追っていく構成が強くて、逆に強いとかもあるかもしれないけど、そうじゃない場合って、やっぱその、まあ、もちろん、大前提強いんですよ。このから強いんだけど、多分個人的にはこっちが強い。なぜならば、その、恨みがないですよね。かつ、アーキタイプの下地のバリューがあるからなんだけど、でこっちはやっぱそのまあ最低値がやっぱあって、最低値がそのゆっくりした323、まあ223かつ、まあまあプラス2プラス22回か、まあ4点ゲインみたいな感じで4点ダメージですね。4点ダメージのまあ23がまあ最低値、そこだけでも別に強いカードだから悪くないんだけど、対してこっちはまあそのうまく使えば2対1蹴ったりとかすることもあるわけなんで、まあそういうところかな。もう侍組んだら負けはね、違うんすよ、つって。違うんすよ、つって。まあまあ、まあいいでしょう。とりあえずまあ、文句一人の主張だけでは多分変えられないかもしれないからね。まあ、あくまで、まあそういう考えでやってますよっていう評価ですね。はい。多分ね、どうだろうな。うん。多分結構、例えば中州さんとかもほぼ同じ意見だったからな。多分そんなに間違ってないと思うんだけどね。まあ、それでもまあね、やっぱその集合値ってのもあるんで、そう思ってるけど実は負けてますよって言われたら、まあ、そうかもーってなっちゃうからね。あくまでやっぱその考えの一個として見ててください。で、まあ、話を前に進めて、で、そう、黒のトップアンコのところは不在とします。ここっすね。あくまでトップアンコモン級かな。だからこれよくな、本当にもうその、抜けてるところだね。他のやつよりも明らかに強い。明確に強いのが、まあ、まず、ここはそのトップコモン級って言った通りに、この辺の、まあ、こういう人違うんだけど、これこうなんだけど、まあ、この辺に対して張り合えるカードですね。例えば初手パッシーか悩めるところとか、まあ基本的にいちいちはパッシーだけど途中から全然こっちが上になるよっていうカードもあるしね。例えばまあ1の3、まあ難しい、パッシーの方がまあ上なんだけど1の1は全然こいつよりも。ただまあそのアーキタイプかな、アーキによっては上回るって感じかな。で、その上だからまあちょっとまあ評価難しいけど、1の1だったら絶対に取るかな、それで言うと。で、黒だけちょっと、まあこのカードの存在があるんで、絶対に上回るがないんですよね。っていうところでまあ、こうなってますと。でもこれはでもいいから強いです、強いです。かなり強い。やっぱその、個人的な想定してる環境のトップが赤黒と青黒なんで、そこに弱い点だけちょっとネックですね。やっぱ奴ら早いんですよね。奴らめちゃくちゃ早いんで、4ターン目これ貼ると結構負けるから、まあ、特に後手かな。まあ、先手はまあまあいけるんだけど、後手のこれがね、もう、間に合わーみたいになっちゃうから、そこだけの、まあ、懸念があってこうなってますね。環境がね、もうちょい遅いとめちゃくちゃ強いんだけどね、このカード。2ヤード取ったフィニッシャーなんで。で、黒の次が赤ですね。赤のアンコモンは、まあ普通っすね。めっちゃ普通のクリーチャーだし、なんなら3モノのクリーチャーとしてはまあ、あんまり強くない方なんだけど、まあいいでしょう、つって。こいつがね、戦士だったらな、イノシシだもんな、こいつ。戦士なら結構強いんだけどね。で、これは、結構むずくて、もうね、スーパーアーキカードなんだよね。まあ、一応ここに置くんだけど、これはもうアーキタイプによって0点と100点、まあ100点も言い過ぎか、0点と80点なんですよね。トップアンコモンに置かれるスペックになるアーキもあれば、ここももうゴミ、アンプレーってなる色もあるんで、赤と同じ赤といえどもね、扱いが難しいです。あ、これいいですね。これはもう大体トップアンコだろ、こいつ。大体トップアンコの雰囲気。はい。で、これは、まあ一応、普通のところに置いてやってもいいか。あんまちょっと普通に置くにも、まあちょっとな、質低いよなって気もしちゃうけど、まあちょっと普通の幅を広げていくか。イニストラードの時こんなになんかアンコモン載せなかった気するけど、これは評価が甘くなってんのかな、それとも単純にカードが強いんかな。ちょっとイニストで見直すか。イニストのアンコモンってどうした？いやでもまあこの、確かにこいつらがここにいるんだったら普通だな。いや、まあ、つまり全体的にカードが強いんだな、多分これ。そうね、普通にまあ、強めプレイヤブルみたいなコモンの方が上の瞬間ちょこちょこあるカード結構いるもんな、普通のところに。いや、こんなもんか。青白ご神体よりは低そう。いや、そこもむずいっすね。個人的にはむしろもね、いや全部低いんですよね、基本的に。だからその基本的には全部その単品ではやっぱそのアンプレって言わないまでもやっぱそのマナ行きで弱いカードで、複数枚揃った時に入るから、まあ、って。まあ、なんもなかったらやっぱ言いたくないカードですからね、どの子身体も。そう。ただまあ、やっぱなんか揃った時に入ってきたい。まあ、実際のところ、2枚入れたら強いか分かんないんですけどね。まあ、503 2含めて、パッシー含めて、なんかその532で、子身体2枚と、パッシーとか、まあ、3種類サーチができる532を入れた構成で、抜いたパターンとどっちが勝つかっていうのが実際わかんないんで、ここはちょっとね、まあ、ここに入れるべきかは難しいんだけど、一応まあそういう時に入れるっていう前提で考えると、まあもうご神体全部ここかな、みたいな。そう、そんな感じです。で、あ、いや、じゃあトップコモンはお前だ、つって。さすがにこれはね、超えるものはないっすね。山崎平子。このカードはマジで勝つ。まあ、除去られなかったら勝つに近いカードですね、これは。毎ターン1ヤードなんで、毎ターン回収ですからね、やってることは。しかも、ファクトはね、まあ、これとか、まあ、ちょっと押しにくいけど、まあ、赤玉、これね、実験統合機とか、やっぱファクトクリーチャーはね、そうだけど、この使い捨てることがあるのがファクトのカードなんで、まあ、クナイとかもそうだね。クナイ実験統合機、あとは投げ捨てる、まあ、投げ捨てるのはコンリケーカもあれだけど、まあ今日その2種類があるおかげで、白よりも圧倒的に強いんですよね、このカード。なんでまあ、ここです。はい、これは多分まああんまり悩まないかな。でまあウサギエンジンとか、これはまあ、てかもうこいつは赤なんか強いな。赤なんか強い。はい、でこいつらはまあ全部まとめて、ペン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 。トップアンコ級ですね。はい。はい。こう見ると青あんこも弱えな。そら青っていう色がきつくなっちゃいますよね。ああ強い。双剣山も強い。またこいつはアーキカードなんで、アーキによってはなんならこれをはるくに上回るんだけど、逆に弱い時に本当その弱いんで、まあそのとりあえずアーキに合致しなくても使えるコストと違って、こっちはまあちょっと狭いっていうところで、まあこっちの方がいいかな。難しいですね。こっちただ初点取るとき基本こっち取るんだよな。1の1の時基本こっち取るんで、難しいですね。4023の2点とか熊野英雄譚の方が好きって言うと、ああトップコモンの話かな。はい、あトップアンガの話か。はい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 。一番好き。詐欺電池いいですね。まあむずいな。まあいや所定で取るのこれなんだよな。これじゃなくてこっちなんだよな。ちょっと完成形のバリューがあるから、そう考えると2枚だなこれは。はい、2枚はこう1の1では取るのはこっちなら、こうまあこっちを置くべきだけど、とはいえこれも強いからな。これね強いっす。はい、このカードは、赤黒ファクトデッキ、まあ青赤かな。赤黒青赤以外にも、まあ、侍でも普通に雑に入るし、っていうかまあ何でも入りますね、このカード。赤だったらとりあえず入る。で、やっぱその1ターン目に引いた場合ね、この環境って、まあなんていうか、その2ターン目にクリーチ展開、必ずするゲームじゃないけど、まあするとしてもまあ、暇な時にね、4点ぐらいほぼ通るし、なんなら6点ぐらい持ってくんで、結構その打点になるんですよね。で、サイクリングでいいから、まあ、うん、ノンシラージーでもまあまあやるって感じかな。ただノンシラージーはまああくまでもほんとまあまあやるカードなんで、絶対入るとるじゃないけど、でもまあ、よほどのことがない限り、デッキに入るカードになってて、やっぱ初手のバリューがありますからね、1手目に先手かな、先手で引いた時には、ほんと6点ぐらい結構よく持ってくんで、持ってったよりサイクリングするんで、っていうところで、うん、で、赤黒とか青赤とか、赤白とかだと、やっぱシナジーがあるんですよね。赤白の場合はね、まあ、侍なんで、まあ、そんなに関係ないけど、まあ、とはいえ、やっぱその速攻のアタッカーが残ってるっていうのが価値があったりするし、やっぱそのアンコモンとの、まあ、アンコモン同士の噛み合いかなとは、まあ、主にこいつなんだけど、これがまあ戦士なんで、侍か、なんで、これは誘発するとかね、まあ、これがカウンター乗るとか、赤黒で、こう、なんか、ね、トークンが出るとか、まあ、様々あります、様々。あ、忍術もあるかな。青分かれ忍術をするとか、まあ、忍術をするはまあ別に1マナ速攻だからあんま変わんないけど、これとまあ。うん、かまあとにかくまあ、なんていうか、忍術がある関係で、速攻、1マナ速攻っていうカードの価値が一定以上あり、かつ、どうせブロックされない、まあされても別にいいから、まあ、なんていうか、サイクリング前提のカードではあるんだけど、まさにそのカードを失わない打点カードですね。打点カードとしての価値がある。上でシナジーが豊富っていう感じかな。なんで、まあ、結構、序盤に取っていいカードですね。とりあえず取っていいカード。だし、このカードが遅く流れてくると、あ、空いてるなってなりますね。まあ、ただ、その赤って、傾向があって、赤が濃いデッキだと、まあ、ファクト関係全部強いんだけど、赤が薄くなった場合って、ファクトシナジーを、まあ、極力排した方が良くなるんですよね。例えば、その、ミド赤でミドルメインの時って赤っていうのはもうファクト関係はもうほとんど抜いちゃって、まあ、火力とか、まあ、適当なクリーチャーとかだけにするのが理想なんですよ。侍もそうですね。で、まあ、青赤黒赤は絶対そうならないから、まあそうね。だから侍と、ミド赤に関しては、赤のファクト要素はほとんどなくしたい。で、まあ、侍に関しては速攻のバリューがあるんでいいんだけど、まあ、殴る敵だしね。ミド赤に関しては別に何もしないんで、ミド赤に関してはない方が多分強、まあ、その完成形としては強いと思う。ただ、まあまあまあカード強いんで、何もなくても、まあ、微妙なカード入れるんだったらこっちの方がいいって感じですね。で、これもまあ強いけど、ちょっと遅いカードなんで、まあ、最強には置かないかな。でもまあ、これも結構幅広く強いからな。ちょっともう枠がパンパンだな。ぐにょーんってやるか。3段目作ろう。はい。まあ強いですね。これはデッキ問わないですね。まあ赤黒とかちょっと横並びすることもあるんで。まあ、いやでも強いな。大体強いですね。まあなんか雑に1枚は入るカードかな。ほんと殴ったらワンドローですからね。言うなれば。まあ、ドローを全然したいゲームもあるんで、ただ強取り得ってまではいかないから、まあ、ちょっと、まあ、デッキ選ぶこともあるんだけど、例えばでもねえかあんまり。赤黒もないしな。赤白、ないな。大体入るな。はい。そうですね。まあ、ゲームレンジとしてね、あんまりそういうことを考えてないデッキも、パターンもあるんだけど、まあ、赤白とかは逆にこれ入んないこともあるんだけど、クリーチャーと装備品でもうそのスペル枠はそこだけでいいみたいなね。ルーティングすらやるみたいなとかもあったりするんだけど、まあ大体でもまあ入るからな。よほどのことがないけどやっぱ入るから、まあ大体1枚入るからですね。複数枚は怪しいけど。で、まあこれも当然強い。フレタンだからな。実際フレタンがトップアンコっていう、まあ、こいつもね、シナジー結構豊富だから強いんだけど。まあでもこの辺でいいか。やっぱちょっとその、アドバンテージを取る強いクリーチャーと勝つカードだから、まあ一応勝つカードが上の方がいいかな。まあこれもそうですね。こいつらは基本勝つカードなんで。うん、で、こいつは結構やるんだけど、まあ普通にしとこう。別に、まあ、やらん時あるから、こいつ。なんもしねえ、みたいな時もあるんでね。あとまあ、使うデッキ少ないし。はい。で、緑、あ、じゃあ、あと赤あんこもんか。はい。赤あんこはこれだけなのかな。まあ、これもね、さす強。結構ね、配信でやってる時にちょこちょこあるのが、これと黒の一番の英雄譚、どっちが強いかって話よくあるんだけど、あ、こっちか。個人的には単品のカードパワーで言うと圧倒的にこっちだと思ってますね。こっち。22100と122速攻は殴りやすさは当然違うんだけど、やっぱそのプライチカウンターが乗るっていうところが、バリューとしてすごく大きくて、まあ、改善シナジーがあるし、単純にワンサイズ上がるっていうね、リミテッドにおいて、ワンサイズってまあめちゃくちゃでかいんで。うん。だからまあ、こいつは、たら強っすね。はい、これこそデッキで選ばないですね。もうふんわり入る。どんなデッキにもふんわり入る。で、ただまあ気をつけるのは、先手1ターン目出すと強いんだけど、2マナクリーチャーがない、で、3マナクリーチャーがあるとかだったら、まあ気を待った方がいいです。サイズ上げましょうっていう。第2章がすごい大事なんで、こいつに関しては。カウンターを1個置くことのできる22のクリーチャーっていうカードなんですね。どちらかというと、このカードって。なんで、そのプライチカウンターを置けるところを、ちゃんとこう、機能させるのがすごい大事かなっていうところですね。やっぱリミットってね、そのやっぱコンバットトリックがあるんで、22のクリーチャーが殴ってきたら22ブロックでいいんですよ。そこはね、全く問題ないんだけど、33が殴ってくるときに、2222でブロックするのは、ちょっとリスク高いんですよね。このゲーム。はい、同サイズを同サイズ止めるのは、一個一住むから、J黒があっても一個一住むからいいんだけど、でかいものをちっこいの食べるのがすごいリスクあるっていうゲームなんで、ワンサイズ上がる、つまり22が33になるっていうのがね、まあでかいんですよね。で33が44もそうで、基本その3ターン目のマナイキのカードの開始ってそのサイズしか出てこないんで、つまりその例えば2ターン目で22が33になって殴ってくると、まず一発通った上でその次のパンチもせいぜい33しかいないし、結構2222って場が良くなる。で3ターン目で33が4になってもそうで、じゃあその開始に出てくるのは33なわけなんで、前のターンに出てくる22と33がいて、ってことはつまり44で殴ると2233のダブルブロックじゃないとブロックできないんですよね。ってことはバットル使えば2個1で倒せるから、相手はブロックできなくて4点入るみたいな、そういうゲームになるんで、もうね、まあ本来のマナイキのカードがワンサイズ上がった時の打点の通りやすさが天地だし、通んないというか、まあ、通さないから基本的には、っていうところで、はい。まあ、ワンサイズは大事。はい、で、赤が熊野で終わりか。で、緑ですね。緑は、アンコモンが、これ強いですね。ただ強。もうなんか、書いてあるからが強い、わかりやすいカード。むずいね。これただまあ、デッキの核になるようなあれでもないし、まあ、ただのタラツヨカードなんで、まあトップアングルに置いてもいいんだけど、タラツヨだから本当に。めちゃくちゃ強いんで、トップアングルに置いてもいいんだけど、まあ、ここのラインナップと比べると、まあ、落ちるか。ところはあるね。これは、まあ、普通のバッテリーです。入んないこともある。全然ある。ので、あんまり別に。基本的にはこいつよりも、タミヨウの、なんか、あれの方が強いですね。大体の場合は。まあ、デッキによるからね、それは。で、まあ、こいつは強いけど、アーキカードだし、弱いとき弱いんで、まあ、ここっすね。まあ、それでも突破アンコ級なんだけど。やっぱアンコも強いな、この環境、本当に。こいつはよかった。和むもの来たな。はい。まあ、当然単品では、まあ、弱いカードですね。アンプレとは言わないまでも、まあ、そんなに入らないカードで、複数体あるときはいいですね。特にこのご身体軽いんで、揃ったときのバリューはすごいですよね。高高度が揃うとね、まあ、まず33になってから、じゃあ次は26飛行、48飛行みたいな感じになってくるんで、これ一応他のね、ご身体の乗せれるの結構ね、でかいですよね。リアルだと結構みんな知らないことが多い。アリーナ選べるんでね、わかると思うけど。これ結構好きなんだよね。歴史家の知恵よく一周するんだけど、いいカードっす。まあ、ただまあ、普通かな？それでも。結構普通ですね、このカード。やっぱり2ターン目に、まあ、タフェネス1しか上がんないけど、改善シャラジーがあって、エンチャントであってってカードなんで、まあ結構やりますね。リーゼント、こいつ？リーゼントは、いや、まあ、弱い時もあるけど、まあ、強い時ちゃんとあるんでね、このカードは。まあ、53とか73になる時も全然あるんで、まあ、いいカードっすよ。トップあんこだー。なんなら最強のトップあんこだー。1枚で勝つやつ。はい。これは、この中で、まあ、色という要素を除くと、一番強いまである、この中で。なぜなら勝つため。まあでも、まあ、相手によるけどね。青黒とかだと、一応まあまあ返せるけど、あんま関係ないこともあるけど、まあ大体この環境の2ターン目のこいつは、除去なかったら負けになるからね。そう、2キルっすね、ほんとこいつは。カッパはダメ。あかんっつって。カッパはね、忍術で帰っちゃうからね。よくあるのが、そのね、例えば3ターン目にさ、11飛行を出すじゃないですか。で、殴って、当然11飛行はよく通るんで通ります。通った後に、忍術で帰って、まず1点入れました。つって、1点入れて、じゃあ、そのファクト追放で、じゃあ、ダメージ解決後、忍術しますって言って、このカッパが忍術で帰っていく展開ね。いや、マジであるんだよな。よくやるけども、俺も。よくやるんだけど、もうそれで負け、みたいなね、あるからね。カッパはね、その余計なカッパはね、2ターン出された方が楽まであって、場にいるカッパはブロックできるんですよ。で場にいないカッパは、バリないカッパは生涯バリに残んないことがあるんで、生涯バリ残んないカッパがもう終わりっすね。インスタント除去ってこのハケそんなねえんだよな、みたいな。しかもね、タイミング的にスタックほぼ挟めないんだよね。忍術で帰ります、出ました、ダメージ入る前に打ったら、まあ、帰るんだけど、じゃあまた出てくるみたいなね。だから、全然このカッパ倒せない。メカでも何でも泣きますよ。悲しいっつって、カッパつえって。だからまあカッパはまあもうトップあんこでいいね。はい。で、まあこいつは普通ですね。2マナの、3マナのエンチャント。コモンにあるこれね。どこだこれ、じゃない。遠くに出る方。それだけでいいか。あ、これか。これですね。このカード。まあ、このカードとどっちが強いかって言われたら、状況によるって感じなんで、まあ、ほぼ同等のカードですね。で、そこそこ改善が見込めるデッキは、当然まあ2マナが出る分強くなるし、で、改善が見込めないデッキですね。であれば、当然エンチャントが強いんで、で、ただマナをね、伸ばしたいデッキで結構限られていて、やっぱその、まあ、青緑系ランプとか、なった時は基本的にはエンチャントの方が強いですね。ただまあ一応ミドワカとかだとまあ入ることもあるし、あとクナイとかでもいいから、まあぶっちゃけまあどうせいつもね、基本だからエンチャント、まあ、1日のトークンなんで、マナクリとして入れたいんだったらまあこれで全然いいですね。あとまあセレズニアとかもあるかな。セレズニアってまあエンチャントした時がまあ難しいんだけど、プライチカウンターとかもすごい起きやすいんで、雑にプレッシュカウンターを置いてジャンプアップっていうのもまああり得るから、そこはまあ臨機応変に、ただまあ基本的には強くねえよっていうこのカードですね。あ、間違えた。このアンコモンはここですと、普通に置いてやろうみたいな。888買うの嬉しいですね。めちゃくちゃ早く出るやんみたいな。4ターン目に出ましたとかね。4ターン目はほぼ出ないか。1、2、3が必要なのは無理ですね。そんなことはそうそう起きない。これもまあいいカードですね。めちゃくちゃ強いかって言われるとそうでもないんだけど、ただまあ、後で回収する卓があるかどうかで結構点数変わってくるけど、ちゃんと404さんが入っていればいいかなっていうところで、まあでもこっちよりかな。一応ね、デッキによってはすごく強いんで、こっちでもいいんだけど、ただまあ、ちょっとね、その、微妙なタイミング、このゲーム7枚で始まるじゃないですか。で、1ドロー、まあ、2ドローぐらいかな。だから、上から2枚。3ターン目の9枚目ぐらいまでは強いんですよ、このカードは。まあ、そこがまあ一番強いタイミングで、そこからターンを経て、まあ、10枚目もまあ、ワンチャン強できるんだけど、11枚目ぐらいね。11枚目から14枚目ぐらいの、つまり、4、5、6ターンぐらいまでのこのカードがめっちゃ弱いんですよね。でまあ、単純な比率で言うと、まあ、それはまあね、10に対しての3なんで、まあ、25% とかしかないんだけど、今この 25% がマジで弱いんですよね。で、そっから先はまたその、後半になると、まあ、X モードでまあまあ、機能したりもするから、まあ、一概に弱いじゃなくなってくるんだけど、そのね、リスクをどう受け止めるかですね。うん。結構やりますよ、このカード。弱いは、まあ、いかないと思うんだけど、ただ、リスクがあるカードなんで、まあ、この辺かなっていうカードですね。デッキによっては、やっぱその、やっぱ改善っていうものにね、やっぱ価値があるんで、このゲーム。まあ、簡単に改善できるし、当然、まあ、カウンター乗ればね、一生殴れるんで、まあ、殴ってもいける。うん。けど、リスクありっていうとこね。で、まあ、こいつはまあ、普通ですね。やはり重い。重いカードはリスク。とはいえ、リターンもあるので、まあ、この辺かな。はい。まあ、2マナの角度の方が基本的には上です。なんで、トップコモン級だけど、まあ、ここよりも、おおむね下。っていうのが、まあ、1の1の段階ですね。ただし、まあ、2パック目とか3パック目に入ってくると、重い状況ってやっぱ欲しい時あるんですよね。まあ、軽いカードが多い、1枚でまくるカードが欲しい、まあ普通にこう結構枚数取れてるから、まあやっぱね、じゃあ取るかみたいなのもあるし、まあ、結構まあそこはいろんな状況があるんだけど、あれあ、なんか飛んでってる。そうあるんだけど、まあでも、大体の場合はあっちっていうことでね。まあ、トップアンコモン級の、まあ、下位って感じですね。このカードは。で、他のアンコモンが、まあ、いや、これはまあ、ジャイグロなんでいいでしょう。たまにね、英雄譚をさ、やって気持ちよかったらなんだっけな。まあ、大体でもセシローか。殴って、で相手が殴っていた時にこれで77のセシローがクッパイレシカウンター1個横に置いて出てくるみたいなとかはまあ結構強いんだけど、結構状況限定されてるんで、まあ、あんまないよね。まあ、たまに本当に稀に1回だけあったぐらいかな。このカードで英雄譚をクリーチャー化してブロックしたら多分全部で俺やっても2回とか3回、いや2回は多分ねこの君主近田をね3号にしてブロックしたからやわったんだけど、多分それとセシローの1回しなかった気もすんな。全部、母聖樹もクリーチャー化したか。母聖樹をクリーチャー、あれ殴った気もすんな。なんかで殴った、あれか、温泉インチャがあって殴ったことはあった気がするけど、ブロックでしゃくったことが結構使って、このカード、結構使ったんだけど、そんな多くないから、まあやっぱりなかなか起きないかな、つって。うん、そうっすね。一応ね、マナがある時の後半もあるんだけどね。だこれでは結構いいんですよ。なんかプレイするターンが基本的に絶対遅くて、マナが残ってるから、しかも半端残るんで、このカードプレイすると。これでシュッて除去って、もう相手が、じゃあ殴るか、殴ってきたら、3号ブロックって言って。まあ、別にそんな強くないんで、その動き。まあ、なんだけど。はい。まあ、うん。まあ、普通のバットリーだし、まあ、大体の場合、こっちが上なんでね。まあこのカードやっぱ強いですね、本当に。神尾の保管ってカードが非常に優秀なバットリなんで、このカードはまあ、お好みでって感じですね。で、これもまあ、お好みでって感じのカードですね。基本的に強くないです。青緑の受けるデッキとかでも、別に強くないですよね、このカード。14到達。到達もなー、みたいな。まあ、青緑になったらぶっちゃけこれよりもスクライする可能性のある飛行の方がまあ普通に強いし、この乾燥もね、もちろんその乾燥して役立つこともあるんだけど、4マナってまあ重いっすよね。まあ重いんで、ちょっとこのカードはね、まあ普通に、でまあこいつがここにいるんだからまあ、でこいつもいるんだからまあ普通に、でも、いや、冷静にさ、普通にこいつはお金かこいつら。まあこいつ、いやちょっと好きなだけだな。ちょっと、いや、これは、すいません。基準が緩かったわ。こいつら、普通に送るやつおこがましいな。弱えもんなったって。一周するカードをさ、一周するから使ってるカードだからな、あいつら。冷静になんか、こうじゃないな。いや、好きなんだけどね。いや、やっぱね、こういうカードを使うのは意味なんだけど、評価する際に置くのは違うわね。それにともこいつも抜けるんだけど。まあ、一周はしないよ、こいつはな。一周はしない。紙のデッキは結構こいつはね、まあなんだろう。こいつは使い条件すごい緩いんで、いやまあさすがに332になるから、まあこいつはいいから別にここで。そうね。まあ233強いからね。うん。使わされてるから。まあそれはね、横に他のカードは他のカード取るからね、あいつら。にいや使うんだけどさみたいな。別にデッキには入るんだけど。でまあそれでこいつはまだまあね、14の方がいい瞬間あるけど、その青のね、スクライマンのいい瞬間もあるけど、ただまあやっぱ乾燥に価値はまあ言うてまあね、あるし、まあミドクロの時とかはね、そのファクトカウントでまあなることもあるから、まあね、まあ入れてるか。で、まあ緑の入れたら強いね、確かね。そう、母聖樹か。母聖樹は、で、こいつは、普通に置いてあげていいのか？結構好きなんだよな、このカード。結構好きなんだけど、強くはないからな。母聖樹はまあ強いですね。よくね、5手でプレイしてると何もせずに負けるんだけど、このカード。環境早いんだよ。ただまあ、先手だったらね、逆に勝つからね。まあ、リスクリターン高いカードですね。で、まあ、言うてまあね、2333点ゲインなんで、このカード。まあ、こいつよりまあよく入るんじゃないかな。まあ、英雄端だしね。まあ、これはまあ、普通にしとこう。まあ、基本的には弱めだけど、まあ、上振れすることもまああって、意外とね、やるやつでもあるから、まあ、結構好きだしね。でも、ファクトは評価前したっけ、俺。あ、ファクトは横にあれか、置いてるやつだったりますんだ。ここに単純に入ってるだけで、一応考えてた気がするから、ファクトも評価するか。で、これで言うとね、まあ、今回のファクトめっちゃ強いんだよね。これ、さすがにトップあんこ。ファクトだけど、これトップあんこですね。いや、このカードで何枚カードを引いたか。もう、これ殴ってくんのマジきついんだよなー、つって。3-3いんのにさ、これ殴ってきたらもう、はげるよー、つって。ブロックしたらしゃくられるし、通したらもう人数で帰っちゃうし、つって。何枚引くねん、お前、みたいな。通せないけど通したらダメだし、最悪なんかね、ブロックされたらドローで終わることもあるし、でブロックで終わって回収されて出てくることもあるから、もうダメ、このカードは。よくないっつって。今回ね、ファクト強いですね。いや、明確に強い。で、このカードは最初期の頃俺は最強だーって叫んでたけど、まあちょっと条件厳しいのとタフ1がね、マジきついんで、まあでも難しいな。でもまあ限定的だからな。まあここでいいかな。ここで今1段階上がるかな、こいつに関しては。ここに置いといて、青の、主にも、基本青しかないから、青のルーターがしっかり取れると、まあ、突破5級にレベルアップみたいな感じのカードですね。で、ホバーバイクも強いな。ホバーバイクは、まあ、トップ顧問級かな。トップあんこまでは、まあ、ちょっといかない気もするけど、でも、まあ、非常に強いカードですね。で、いやー、強えな、こいつ。さすがに。なんなら、こいつは、ここのカードだけどね、これ。なんか無色だけど、ここに、でも勝つもん、これだって。まあ、この辺に入れとこう。なんか、超強いっす、これ。無色、まあ、これは赤なんだよな、このカード実質。まあ、ここに置かれる場合は。それでもあれか。広いデッキだと、まあ、あんま強くないから、まあ、こっちでいいか。これもまあ、アーキカードっすね。アーキカードなんで。でもなぁ、取るんだよなぁ、1の1で。このカード、喜んで。実際ね、いや、難しいよなぁ。こうやって赤1やんみたいな。まあもちろんまあ、白黒とかで使うこともあるし、別にまあ、デッキにまあ、7、8枚入ったら3-3ぐらいになるんで、まあ入るんだけど、で、このカードはね、タフ1で、リスク云々がないんで、まあやっぱ4マナのカード、まあ梅沢のあれもね、まあ4マナ必要だし、で、サイズ上がる、まあそのうち上がるんで、ブロックはまあ大体できるし、だから3ターン目で確実にサイズアップするって保証がなくても、まあいいって感じだね、このカードは。4ターンまでに、1ターンラグあってもいいからね、サイズアップするの。さすがに強い。まあ、ここに置いとくか。強えよ、こいつは、つって。トップあんこではまあないが、トップあんこだけど、トップあんこには置かないみたいな感じだね。トップから、まあ、書籍のカードですね。で、こいつは、アーキカード。超アーキカードで。まあ、でもね、スタッツが悪くないからな。結構、むずいけど、まあ、ここでいいかな。でも、いや、結構これ難しいな。さすがに、序盤取る判断ができないから、まあ、こっちよりか。ただ、まあ、ここの中では結構上位っすね。ここのやっぱ弱えな。マジでこの辺のカード。なんか微妙なカードばっかだな。ここよりは上か。で、これ、それとこれも上になるからな。まあ、アーキカードのファクターシーも落としたらいいか。3連打。3連打泣いちゃいますね。2枚入っただけでも喜んじゃうからね、こんなカード。2枚デッキに入るデッキが、しかもファクトいっぱいあるデッキ組めたら、多分コードにしちゃうから、3枚もあったらもう、どうなっちゃうんだろうね。あー強っ。あー、ファクト強え。アーティファクト強え、マジで。今回のパック、カード強いな、マジで。ちょっとこれ困るな。こんなに強いとは思わなかった。と枠がね、いやマジで前回と比べてアンコモンのカードパワーが8めち高いっすね。すごいな今回のアンコモンのカードパワーで。まあこいつはさすがにめちゃくちゃアーキによるんでまあ普通かなこいつは。まあアーキカードですね。で基本的に僕はそのアーキカードは1段階下げることが多いんで、まあ、この辺とかはそうですね。本来この辺のカードだけど、アーキタイプによって1段階下がる。これもまあ本来、その完成形ではこっち寄りだけど、アーキなんで下がってるみたいな感じですね。はい、ってな感じかな、アンコモンは。で、全部かああ、まあまあそうですね。多分、まあ、前回がね、ちょっと、コモン、アンコモンの、まあ、それアンコモンかなの価値が、質が低いとかもあったかもしんないんだけど、で、真夜中か、これ。真夜中、まあ、結構強かったけどな。多分、そうだね、だいぶ強いね、本当に。やっぱまあ、インフレっていうか、なんていうか、やっぱリミテッドのカードパワーが高いのが面白いねっていう話で、結構、一時に強くしてきてはいるから、さらにその中で1段階上げた感じなのかな。まあ基本バランスが取れてば問題ないからね。カード間の強弱の差が激しくなければいいから、まあそれで今回はすごくよくできてますね。やっぱり、まあやっぱなんだろうな、アーキタイプというか、なんだあれ、テーマ、各色、各アーキタイプのやるテーマが強いんで、そもそもとして。それが多分いいんですよね。まず忍術って単純に弱い能力なんで、弱いカードを強くするためにカードが強くなるんですよ。で忍術は勝手に基本強くなる。まあめちゃくちゃ弱くなるにならなければ大体ちょっと強くしても問題ないから、基本強くなるんですよ忍術っていうのは。まああれとかこいつとか分かりやすいよね。これとかね。霊視ハッカーとかこれとか分かりやすいけど、基本的には忍術持ちのクリーチャーっていうのは、普通に使ったら弱いんで、まあ、盤面減るからね。ちょっとこう、強くデザインされる傾向にあると。うん、で、まあ、まあ、そうだな。それとまあ、忍術と英雄弾か。ギミックが強いんかな、それで言うと。英雄弾が基本強くて、能力として。んあ、へえ。au だ、そうなんだ。それは知らなかったっす。どうも、またっす。確かに通常のコモンが、まあ、これカードバイアスにもよるんだけど、まあ、大体期待値3ぐらいなんですよ。1パック、じゃ1ドラフトから、まあ、3点、まあ、例えば闘争対戦の枚数とかだったら 3.1 ぐらい出るんだけど、特定コモンがね、3枚ちょい出るんだけど、それよりも出やすいってことは、まあ結構じゃあ 3.5 枚とか出るのかな、もしかすると。まあちょっと最新の、あれも計算しないか分かんないけど、そんぐらいでそうですね。確率が分かんないからな、両面膜は。どんぐらいの、割合で出るのか不明ですけど。で、言うと、まあ、じゃあ、両面コモンは結構意識してできるのがいいかもしれないね。で、そうで、英雄弾って、そう、まあ、プレインズウォークみたいなもんなんで、1章2章が弱いと当然まあ弱いんだけど、でまあまあ乗るか123章弱いと当然あれなんだけど、やっぱりその裏面のクリーチャースペックが基本的には1段階上のスペックですね。でまあ2マナの英雄弾だったら3マナクリーチャーのスペックで作られてるんで、全部が。だからまあ当然その1章2章が弱くなければ当然的にも強くて、でまあどれもねそこそこ強く作られてるんで。で、そこの英雄弾に合わせるようにいろんなカードのパワーが調整されてるから、全体的にやっぱインフレしてる感じありますよね、カードパワー。で、あとはいいところが、その飛行とかその回避能力ですね。回避能力が非常に少ない。今回はいつもと違って、飛行クリーチャーとか、まあ、あとはまあ純粋なアンブロみたいなそういうね、やつやとかが、意図的に少なくされてるんで、その殴り合いが発生しやすい、まあ、殴り合いというかそのコンバットですね、が発生しやすくて、で、そこを優位に進めるクリーチャーめちゃくちゃ多いんですよね。まあ、これとかもそうだし、バッテリーも今回めっちゃ多いんですよね、普段の比べて。だからその、なんていうかね、コンバットのやり取りが多くて、カードパワー高いんだけど、この弱いクリーチャーが上しゃくるのが結構起きやすくてさ。でも弱いクリーチャーが立ってるだけ投げる姿があるしね。だからこういうカードがそうですよね。これってどこにでもいるような普通の弱い顧問で、こういうカードと、ね、この辺の英雄弾と比べるともうとんでもないパワー差があるんだけど、だけども、まあ、なんていうか、なんだかんだ、いい塩梅になってるというかね。あとまあサイズ自体はあんま変わってないからね。サイズ自体はインフレしてないからとかもあると思うんだけど、まあ、効果は強いし、アドバンテージも雑に取るんだけど、カードはさ、もう結構バンバン引くんだよ、今回って。まあ、これもそうだし、まあ、ね、増えるし、てかまあこれで見ると、まあ、これは打点がすごい。めっちゃ増える、めっちゃ増える。まあ、うまく使ったらめっちゃ増える。まあ、相手は死ぬ。で、はい、もうドロー。まあ、除去。めっちゃ増える、ドロー。除去。打点、まあ、装備品、ドロー、除去、打点、ドローする、打点、ドローする。すごいね。やっぱリソース取る方がやっぱ多いな、めちゃくちゃ。すごいな。やたら、てかこんな普通多くないもんな。ミニストラードとかはさ、アンコン見てみるとさ、ね、アドバンテージ取るかもしんないカード。まあ、これがすごい取るけど。取るけど、これとかはね、まあ、2枚、取ったらもうすごいだし、これとかもね、強かったけどな。で、これとかも不確定ドローだしね。まあ一応まあほぼ基本確定であるけど、まあ高齢モード、基本誘惑使えてるんで、まああれだし。やっぱリソースを取るから普通そんなないもんね。エキスパンションのアンコモンで、1、2、3、まあ高齢をアドバンテージと取るかどうかだけど、まあ3、ちょいといて、3、4、5、まあ、一応アドバンテージ取るカードか、まあいいか、6、まあ、直球でアドバンテージを取るってカードが、まあ、ね、この CIP 除去を踏めたらまあ8枚とかあるけど、そんぐらいしかやっぱないから、上川ならワンチャン許された、でもワンチャンとかは普通にまあ、この頃も許されてるけど、まあ別にね、普通かもしんないね。まあ普通のトップアンクかもしんない、こいつは。そんぐらいやっぱ上川カード強いね。アンコモンの質が異常に高いわ。だってレアも強いから、当然ね、レアも強いから、これは、まあ面白い、でも納得って感じのカードパワーですね。まあ、で、そんな感じで、一つ。まあ、アンコモン評価はね、じゃあこんな感じですね。ちょっとまあ、この辺の評価は若干ブレてるんで、まあ、一部抜けるかもしんないけど。まあ、でもまあ、上の方はまあ変わんないかな。はい。だいたいこんなもんだろうってところで。コモン、アンコモン。で、アーキタイプの話もちょっとするか。これちょっと途中なんだけどさ。こんな感じで、まあ、イニスワードの時作ったんだよね。アーキタイプのやつを。でも、まあ、軽くやろうかな。で、まあ、まず、全体。はい。まずね、アーキタイプの評価、単純にまあ、その大雑把に、表してるんだけど、星で表してるんだけど、まあ、組みやすさ、そして、完成形の強さ。主にこの2点を軸に評価しています。で、白青は、もう組みやすくもないし、完成形も強くもないんで、まあ、この環境において最も弱い色の1個です。はい。と思ってます。で、白黒は、まあ、組みやすい。この単純に。まあ、コモンでまあまあで一気になるし、レアリティが上がっていけば勝ちやすいし、で、リアリティが高いときは当然強いんで。で、白黒は、まあ、ただまあ、一番強いまでいかないから、まあ、星4。まあ、上位色って感じですね。で白赤は、卓一、基本前提の色で、まあ、かつ、まあ、赤黒とか青黒には、お互い卓一でぶつかると勝てないけど、まあ、別にその、卓一で組んだ場合、対卓二ぐらいだったら勝てるんで、まあ、普通の色って感じですね。よくある普通の色。で、白目玉そうですね。白目玉っていうのは条件があるんで、アンコモンのデータとかも寄ってくるんだけど、まあ、卓にして組んでいれば、まあ、卓2以上の赤黒、青黒には勝てるかなみたいなところがあるんで、まあ、普通の色。で、青黒が、まあ、卓1組めると、基本的に3-0、あるいはまあ7勝デッキになるよっていう色ですよね。だからまあ、卓にたくさんなってくると、当然きつい。ただまあ、青黒はまだね、多少かぶっても、まあ、2-1、ラインにとどまれれば性能してるんで、まあ、多分環境の最強色で言うと青黒がそこに当たるのかなっていうところですね。はい、で青赤は卓1で組めたらまあ強いんだけど、卓2以下がまあまあやばいんで、ただまあ完成形は結構強い。てかだいぶ強い。まあ、赤デッキなんで、まあ、青がねほんと薄くなるんだけど、赤メインの完成形が組めた赤青はまあ最強スペックぐらいのパワーを持ってるんで、このブレ幅がでかいっていうところを鑑みての星3つって感じね。で青緑はまあうまく組めてもレアがてかレアリティって考えたら全然勝たないんで、まあ、コモンだけで勝つ色じゃないから、まあただまあ一応ね青白よりはまだコモンだけでもちょっと勝てるイメージがある。ちょっとね。でもまあ基本勝たないんで、まあはい、あんま組まんはいいねって感じですね。やっぱり、ね、青緑はね、その、コモンだけでちょっと勝てるっていうのがある代わりに、アンコモンがね、来ないんですよね。このカラーの、青緑の最も大事なアンコモンである、亀がね、青白とか青赤とか、まあ、青黒とかがね、まあ、青黒は持ってくな、結構。なんか、暇な時にヒュッて持ってかれちゃうんで、まあ、例えばまあ、黒目だかな。まあ、黒目だとか、緑赤とかが、結構、あ、暇だなっつって、スッて持ってくんで、ちょっとまあ、って言って、僕の色のマルチアンコーン、って言って、悲しい顔することが多いから、まあ、やっぱまあ、青白と緑青の2弱ですね、この環境は。で、赤黒は、まず、タクニカとか、黒目になった時は、まあまあ、そんなに強くない。まあでもまあ一応、まあ別にその、卓2くらいだったらまあ別にいけるんだけど、ただまあ卓1を組んだ時は、真の最強。青黒よりも多分強い。環境最強カラーは、その完成形の最強カラーは多分赤黒っすね。やっぱアンコモンのね、専用カードがめちゃくちゃ多くて、そこがしっかり集まった時に、まあどうやってもほぼ返せないんですよね。もちろんまあディッチャー除去とかあれば返せるんだけど、まあ、ディッチャー除去マシマシデッキでうまいこと噛み合ってそこ割り続けたかなんで、まあ、そんな、ね、ことはあんまないから、大体まあ赤黒が最強ですと。ただまあやっぱりそのファクトデッキっていうところってもう全色を通してファクト関係のカードをこの色が吸収する必要性があって、つまり例えばその白黒がファクトに寄っちゃったりするともうダメなんですよね。だし、まあ、青赤がいてもダメだし、なんかもう卓1赤ぐらいレベルの卓1感がないと最強にならないんで、基本的に最強ができる頻度は非常に低いっていうところから、まあこのカラーは星4つ。これに関してはね、3つにしてもいい可能性もあるけどね。デッキ完成することが、ある程度のレベル。つまり例えばプロツアーとか世界選手権とかになると多分ないはずなんだよね。ああいうとこだと。ああいう環境でやった場合、多分その、まず完成形できないはずだから、葛藤がやっぱあるからね、そもそもとして。だからまあ、はずなんで、一応、なんか最強に置くのは難しいから、まあ、そこによって、まあ上下するかな、評価はって感じですね。で、黒緑は、まあ、ちょっと、まあ、もうちょい強いかもって感じだね。星3なんだけど、これはまあ、黒っていう色がね、人気だし、緑も、やっぱね、強いところっていうのは当然被るわけだけど、緑黒って固有の下地があんまないんですよね。基本的には黒の強いところと緑の強いところが集まったらお強いっていう感じのなんか雑なカラーなんですよ。白地もあるんだけど、白地がねあんまり強くない、強いんだけど太くないかな。白地が太くなくて、かなりこの単純に強いカードがあるかどうかによって決まるから、組める頻度が実は結構少ないですね。で、黒、卓一とかってほぼありえないんですよね。まあ、基本的にはこの環境、黒が最強カラーなんで、最強カラーである黒が開くことはほとんどないから、で、その黒の強いカードと、で、緑はまあ最強でもなんでもない。まあ、普通の色かな。普通の色なんだけど、そこの2色の上位のカードががっつりないとデッキにならないんで、まあ、強いデッキにならないんで、顧問だけでも組める色ではあるんだけど、顧問の内訳が限定されすぎてるから、ちょっとまあ、こんなもんかなってところですね。まあ、具体的に言うと、まあ、後で言うんだけど、まあ、これとこれがあるかどうかですね。で、固有のカードは、主に、イノシシ。これ。これと、これと、これ。っていう感じですね。てかまあ、これはまあ別にまあ、なくてもいいんだけど、言うならまあ、これがもうほんとこれ。これが何枚あるかによって決まるって感じかな。で、これ0枚の見どころはあんま強くないことが多いですね。もちろんまあ、アンコモンの軸といっぱいあったら、シャージなくても強いんだけど、まあでも、アンコモンの軸いっぱい来るんだったらこれ取れるよって感じがあるから、まあ大体まあ、黒が空いてるかどうかですね。ってところで、緑赤は完成形が、まあ、回れば強いんですよね。回れば。緑赤組む上では、改善シナジーっていうのを多少は意識せざるを得ないし、緑赤を象徴するアンコモンである、温泉ですね。温泉とかね、まあ、軽くカウンターのする系のカードがね、ちょっと安定しないんですよね。動きとして。まあ、単純にこのスペルバックのカードなんで、まあ、除去が相手が多かったりすると、普通に全部死んで、何もできないとか、フラッとしたら死ぬとかもあったりするんで、ちょっとその不安定感が難しいですね。だから毎回回ってくれると、いや強いんですね、このデッキ。結構勝てるはずなんだけど、やっぱね、どっかで事故って死ぬイメージなんですね。そう、卓一ミド赤は結構ハードル低いんですよ。まず赤デッキってファクトによるんで、赤のファクトを使わないところ、まあ、かなり改善軸ですね。まあ、あんま強くないんだけど。まあ、ぶっちゃけそのファクト軸のデッキって除去よりもファクトのカード取るんで、赤い火力っていうのはまあまあ取りやすい、ある程度はね。だし、緑の肉っていうのも、まあまあある。まあ別に444さえ取れれば、あとはまあ結構ね、なんでもいいからね。なんか別にまあ、こういうカードでもいいし、これでもまあ一応殴る上ではまあいいし、みたいな。まあこれでもいいかな。これで結構いいですね。こういうなんかまあ単純に投げれるクリーチャーをサイズ上げるだけなんで、やることとしてはね。でそこにまあ他の人が取りづらい。ね、88とかもそうだし、スシローとかもね、まあ単純にカードは強いけど、結構優先度はあんま高くないからさ、どのカラーも。ミドクロとかだったら、まあ当然444とか、それから、まあ他の色の除去とか取るし、で、赤緑に関しては格闘よりも除去よりもセシロが優先されるしってところで、優先度の違いから、カードはね、まあ、色がある程度空いてれば集まりやすいんだけど、で、うまいこと組めても、やること的にどうしても不安定になってしまうんですね。プラ1カウンターを置くカードが、英雄譚とか、まあエンチャントとか、まあこういうオーラとか、まあ改善するカードがそういうカードばっかなんで、どうやっても、自己率っていうのは緩和できない。まあ、これだけだね。両方とも出すカードは。だから、まあ、ちょっと、内に秘める不安定性から自分に負けることが多い色ですね。でもまあ別に、回ってる限り強いんで、相手がぶん回ってきてるミドアカはマジで理不尽を感じるぐらい強いから、まあこんなもんかなって思います。ちょっと驚きないって感じですね。まあそんなこんなでもうちょいカードを表して話していくとこんな感じでやっていきます。でまず白青はまあまずね機体がこの環境の白青のやることなんですよ。アーキタイプは機体です。機体なんだけど、期待軸がね、強くないんですよね。それが最大の問題。期待デッキを組むと負けます、基本的にこの環境。まあ負けるは言い過ぎだけど、まあその、レアの期待がないと勝たん、マジで。もう、コモン、アンコモンの期待で勝とうっていうのはもう無理。無理っす。はい。このアンコモンのマルチがいっぱい出ても、別にそんな勝たねえんだなーっつって。多少どこだ。これね。だから、まあ、やっぱ青白はどこまでいてもレアの色。レアと、そして忍者の色ですね。結局、青白の強いところを追求すると、まあ、ある程度コモンでも勝つ動きっていうと、もうね、もともと青の強いところですね。まあ、つまり、忍術。これとこれ。もう当然、このカードはカードが強いんで、このカードがうまく使えたら当然強いですね。で殴る上ではもう青単軸の忍者に白のこういうパッシーとかアンコモンのカードを足す、あとはレアだね、足すっていうデッキになります。逆に白軸になると今度はそう今このねこの侍とかありますけど、そうこういう止めるカードとか侍とかで普通に殴り合いながらまあレアを足すっていう感じですね。でまあ青軸は殴る色、白軸はミッドレンジになる。ただどちらにしても別になんかその青白だからできる動きって存在しないんですよね。343警戒、あの機体のことかな。じゃこのカードはね、そもそも普通に強いんだよね、これ。結構誰でもまあ使えるみたいな。意外とね、結構強いっす、普通に。よく使うけど、このカード。よくこれで勝つよ、みたいな。活躍よくしますね。で、そんな感じなんで、青白は、やることがね、青白である必要性が全くないことばっかなんですよね。なんていうか、たまたまそうなることもある。色としてたまたまその、青がめっちゃ空いてて、青をピックしているうちに、白のレアが来たとか、除去がめっちゃ並んできたから、青白になるとかもあるんだけど、その場合はまあまあ強いんだけど、なんか、青白のレア引いたから青白行こうっていくと、まあ大体死ぬのでやめた方がいいですね、みたいな。試しを使うときは、試しがあるから青白っていうよりかは、なんか、まあ、青赤タッチ白とかいけるように、試しさんをタッチできるような、そのね、マナベースを整えるようにピックしましょう、みたいな。そんな感じになりがちですね。そう、試しさんはね、出張した方がなんなら強いですね。もちろん、まあ、青白で使っても強いけどね。別に、カードが強いんでね。どう使っても強いんだけど。まあ、そんな感じ。なんで、青白は、個人的には、おすすめはしません。はい。まあ、ただ、別にさっきも言った通り、忍者軸のタッチ除去とか、白のミッドレンジ軸、タッチ、まあ、青のレアとか、で国分には全然勝つんで、まあ、そこまで敬遠するものでもないけどね。あくまで、その、コモン、アンコモンではマジで組めないっていうだけなんで。レアが、その、色が、流れが良くて、レアが出れば、まあ全然いけるのは、まあそこはもう、ほんと変わんないですね。はい。逆にね、平地奥111飛行を出すパターンって、大体ね、もう、めちゃくちゃ寄ってるんで、ワンチャン青奥よりも強いですけどね、下手すると。弱いパターンももちろんあるけどね、弱いパターンもあるけど、下手すると、最強の青白が前にする可能性あるからね。具体的に言うと、そっから全部アンコモンとかね。アンコ、レアみたいな動きしてくる青白はいます。人気ないため、人気ない色ができるとカードが強い傾向にあるぞいっていうね。で、なんで、青白の固有カードはありません。はい。で、白黒ですね。白黒は、こんな感じで、まあ基本的には、除去が強いからミッドレンジしようっていうので、で、このカードがとにかく優秀ですね。恐るべき秘密の神。白黒において、まあ、白黒やる理由は別にまあ何でもいいんだけど、白黒になった時にこのカードがあることが白黒の強さをまあ支えているというかね。うんまあ、この環境、黒がまあまず基本的に強いんだけど、その上で、このね、白黒って別にアーキタイプのシナジーとしてファクトがある。それから、エンチャントがある。両方ともあると、まあ、強い効果ができますよっていう。例えばこいつだったら434ワンドローになるし、マルチだったら544の、タイタン。タイタンなりよっていう効果なんだけど、ぶっちゃけ、こいつはあれだけど、そんなにね、できなくてもいいんだよね。そもそも色としてはね。黒の除去、白の除去で肉質も両方とも普通にいいから、その辺で雑に動くだけでも強いっていうね。青と違って白と黒は両方ともプレイアブルなカードが本当に多いんですよね。シナジーを問わないかな。シナジーを問わずに、どんな状況でも強いカードが単純に多いんで、そこを組み合わせるだけで、まず強いです。っていうのが大前提にあって、大前提にある上で、シナジーを組むともっと強くなる。で、そのシナジーっていうのも非常に緩い。まずエンチャントクリーチャー無限にある上に、除去がエンチャント。まずここででかいですね。で、ファクトクリーチャーがちょっと難しいんだけど、そこも、ミッドレンジする上ではね、困んないようなカード。例えばまずこれね。ちょっと入る。ちょっと入る。で、アンコモンのファクトちょっと入るとかで、5、6枚入ると、もうほぼいけるし、よくその機体とかも入るんだけど、343の機体ね、よく入るんだけど、5枚ぐらい確保して、エンチャントが普通に、6、7枚普通に入るんで、自然に入るからだけで、おのずとね、37ぐらいは大体入ってて、で、ファクトの方をちょっと意識すると57ぐらいになるんですよね。で、そうなるともう大体揃うんで、こいつは他の人が誰も取らない。基本的にほぼ一周する434キャントリップになってくれるし、っていうところで。そうですね。ファクトだけちょっと意識する感じなんだけど、それも白黒がいけてからでいいですね。全然もう。これはもう白黒になったなって思ってから、ちょっと早めにこのピンピン取るとかでいいんで、簡単ですね。あとアンコモンでもいいからね。アンコモンはみんなが欲しいからだけど、こういうのはね、もし来たらね、もう絶対入るし、ちょっとたまたまその、ね、パックから出るとかで、もう入ってることもあるんで、もともとね、こういうところが入ってることもあるから、本当ね、条件が緩いんですよね。そこが強みっすね。競合するカードばっかなんだけど、その強いところはね、ばっかなんだけど、枚数が単純に多いんで、どっかは取れて、で、これが入るってことになりやすいです。ただ今これ以外あんまりそのアーキカードもないんで、白黒っていうのは。一応ね、コモンでもうちょいなんかあった気するけど、全然強くないんですよね。どれだっけな。なんかあったよね。アンコモンだっけ？白はないんだっけ？あ、これか。これ。これがね、基本的にはもうあんま関係なくて、これがデッキ入んなくて。で、黒が434がいて、こいつか。こいつは一応ちょっと入るかなぐらいですね。そうですね。だから白黒って基本受けデッキになりやすいんで、基本的には、シナジーは意識しないですね。この434とナオミだけ使うみたいな。リアにもね、あんま使わないからな。そう。やっぱそう、単純にシナジーカードが弱いカードが多いってのもあるかもしれない。それで言うと。意識しないところは。意識しなくていいから強いんだけど、逆に言えば。そんな感じで。白黒はもうほんとこんだけだね、コモンで言うと。雑強。で、赤白は、これはかなりね、激しいというか尖ったデッキになりがちで、まずね、赤白の鉄則として、白メインで組もうですね。赤メインで組むと、だいたいやばいっす。本当に赤が濃い場合は話があるんだけど、それも赤単タッチ白な感じだからね、それはいいんだけど、赤いカードが15枚、白いカードが8枚とかだと、危険信号ですね。赤白を組むときは、もう白20とかがいい。もう20赤3とか、白10、白18、17、マルチ2、3枚、赤3枚とかが、白赤の、ベストな構成で、で、白赤の何よりも大事なのが、これ、カットラスですね。カットラスって言えばわかると思うんだけど、本当にカットラスなんで、このカードは。もう、最強なんですよ。この環境において最も強い装備品がこれなんで、レアの属けどね。なんで、これを使えることが侍デッキの強さのもう大部分を占めていて、このカードがあるかどうか、逆に言えばこのカードが遅く来るんだったらやってもいいです、白赤は。そんな感じ。例えば1の7とかで侍ソードが来たら、まあ、とりあえず取っとくかみたいな。とりあえず取っといて、受け作るかみたいな感じよくなります。そうね、赤は、まあ基本除去かな。アンコモンもあるけど、そうそうそう。除去がアンコはレアって感じだね。まあ実際はまあね、そんな、あれじゃないんだけど、実際だからまあね、そのイメージですね、あくまで。そんぐらいしたらこういう方がいいよって話で、実は刀がいっぱいあったら、まず2マナ駅にね、赤の3、1、3? これ結構入るんで、その瞬間にもう別にまあ赤いガードを8枚とか入るんだけど。っていうことでまあとりあえずこういうところだね。侍はね、やっぱ他のいいところは他のカラーと被んないんですよね。まあこいつはね、競合するんだけど、こいつはまあ競合するけど、こいつはマジ競合しないから、もう安心して一周取れるんですよね。手順的にもすごい良くて、よくね、その、なんか、受けでこれ取っといてから、なんか流れやべえからっていうのと、なんかこれ回ってるから、取って、侍に色替えするか。で、まあ、侍デッキ、よくやりますね。で、まあやっぱ侍はこの刀があって、まあ、あとは一部ね、まあ、アンコとかレアとか必要であるけど、まあ、誰もやってなければね、侍のカードが流れてくるんで、大体それでデッキができますよね。で、侍のこの辺と、あとは当然まあこういうところもね、当然大事だけど、まあこれはもうね、みんなが使う当たり前のカードなんで、まあ、ここに載せる必要もないけどね、ぶっちゃけ。でもここはなくてもいいからいいか、これは。侍はなくてもいいからね、別に。除去とかはそんなに。まあ、あった方がいいけど、一応なくてもデッキになるから。うん、まあまあ、あの辺かな。なんでも、侍のほかで、特にこの2枚はマジ使われないからいいですっていうところだね。はい。これは一応ね、セレズニアでも使うし、まあ、エンチャントカウントとかね、セレズニアでも使うし、まあ、人によってはいろんなデッキ使われてるから、まあ、あれだけど、まあ、白黒とかもね、エンチャントカウント欲しかったら、まあ、一応入るからね。白黒はちょっとあんま入れたくないけど、まあ、入ることもまあまあある。し、セレズニアはまあまあ入るから、うん、若干競合することもあるけど、こっち側ね、マジで競合しないんで、本当ここはどう取れるかって感じですね。で、侍デッキとしては、さっきも言ったように白をメインで組むんだけども、その、なぜ白メインかっていうと、まあ、これは赤のシナジーを排除する方が大きいかな。赤のシナジーって、ファクトを要求するんですよね。アーティファクトがいっぱいあると強いっていうシナジーになってくるんだけど、それがね、他のアーキタイプとあんま噛まなくて、その半端に、そのね、侍っていう短期殴りシナジー、まああれもシナジーはいいんだけど別に、まあ短期殴り系のカードとファクト関係のカードをしていくと、まずね、ファクト関連で戦士って全然いないんで、1マナ22速攻の侍と4マナ34のパンプするやつ、赤のね。あとまあ一応ファクト返しもいるんだけど、多分その3種類かな。侍および、まあ戦士っていうのは赤だと。まあ、こいつも戦士か。まあ、意外と、まあ、これもまあ、5枚がいる、まあ、意外といるけど、まあ、主要パーツで言うと、やっぱその侍じゃないですか、ファレキって、これとか、2マナ駅の顧問はこれ。で、3マナ駅の顧問はまあ何でもいいけど、まあ、基本的にはファクトなんで、まあ、でもこれも枚数入んないからな。基本これが入って、で、まあ、アンコモンだけど、こういうところだよね。こういうところ入ってきちゃうんだけど、一応まあ、これも1枚は入るけど、とかなってきて、でも当然なんかね、その、こうって弱いんで、基本的にはこうっていうか、まあ、こうとか、その、で、これを使うためには、もう弾が必要で、とか、まあこういうカードも当然入るし、で、白のカードはね、そもそもファクター全然ないんで、これとかまあ弱い、単純カード弱いしね。赤が白と組んで強くないんですよね。強くないけど、強くないから赤を生かすために、ちょっと微妙なカードが入ってきちゃって、まあこういうところとかね、こういうのが入ってきちゃって、で、結果的にその侍の効果がどんどん薄れていって、ファクト軸としても弱く なってしまうみたいな、そういう中途半端な感じになりがちなんですよね。当然こいつ侍じゃないから、刀とかも機能しないし、当然ね、221とかも機能しなくなっちゃうから、赤白の取り合わせが悪いって感じですね。その赤メインの赤白の取り合わせが悪い。だから、そこをやんないように気をつけたいから、赤を排すって感じかな。別にその赤がいっぱい入っても、なんか、侍と噛み合う感じだったら全然いいんだけど、だからまあ、それが201ですよね。だからこれが入って、まあ、助教はまあ、入って、まあ、あとこれかな。これと、13と、それから、まあ、これかな。これ、まあ、これもいいですね。これ。がある分には、OK。まあ、これも OK ですね。とか、全然良くて、これとかがまずいって感じかな。これとか、まあ、あともあれか。あとはファクトになっちゃうけど。まあ、これかな。これとか。がまずいって感じ。13はね、まあ、結構普通に悪くないですね。まあ、こいつはまあ侍でもよく入るからな。まあ、侍の能力は持ってないんだけど、まあ、刀が基本どっかにつくんで、刀がついたら33でいるから、で、今日侍デッキってね、短期殴るってデッキと思われがちなんだけど、まあ、当たり前なんですけど、マジックって、1体で殴るよりも、複数体殴った方が強いんですよね、このゲーム。なんで、侍デッキは、まず刀をつけた後は、普通にみんなで殴ります。13出して、刀つけて、3ターン目に323とか出して、で、まあ、ルーターしたかったら短期殴るんだけど、そこからはもう34とか23とかで、フルパンってやった方が基本強いから、フルパンするんですよね。っていう時とかに、まあ、このカードは33とかなってるはずだから、まあやるよね、みたいな感じですね。だからね、そういう意味でも、このね、221ってのは実はあんま強くなくて、刀がないと使うしかないんだけど、刀がある場合はこのカードって、フルパンする上ではね、あんまり強くないんですよね。そう。だから、侍デッキで殴るんだったら、まあ、刀をつけた上での複数でパンチを前提としたデッキである必要性があって。だからね、あんまりね、侍だからといって、まあ、こういうカードかな。こういうカードとか、こういうカードに寄せすぎると、まあ、やばいっすね。侍デッキで大事なのは、侍っていう部族と刀以上みたいな感じですね。そう、そこが大事。まあ、そこさえあれば、まあ、何でもいいですけど、いいちゃう。ってな感じです。で、侍長くなっちゃったけど、いや。あ、どうも、エルドンキング侍。なんだ、エルドンキング侍って。エルデンリングじゃねえよな。あ、エルドロンとかなのかな？エンチャン的なあれこれこいつのこともしかして。キング侍。で、白緑はね、このアーキタイプは、コモンではまず組めないですね。はい。もう本当にアンコモン大前提で、一応コモンだけでできるシナジーも、まああるけど、いやまあないですね。まああるっちゃあるけど、ないに等しいんで、もう本当に、このアーキタイプは、もう、111。これとかがあるかどうかがアーキタイプで、なかったらもうあとは単純な肉ビートですね。エンチャントがなんなら全然なくてもいい。まあ、殴り血があるクリーチャーっていうかまあ、主にね、殴れるやつがまあ、これなんで、これとか、まあ、こいつよく入るんで、まあ、エンチャントが多少多くはなるんだけど、エンチャントで染めるバリューっていうものが実はそんななくてね、このカラー。てか、本当に染めるバリューがあるのが、実質こんぐらいなんですよね。こんぐらいはまあ言い過ぎなんだけど、やっぱその軽くする方のね、マルチが、ぶっちゃけまあ、そんなにまあ、そんなに恩恵受け入れないことの方が多いというか、枚数いらないですよね。一部の英雄弾とかが軽くなればまあいいから、これを意識して軽くエンチャントを多く組む必要性がないですね。なんでまあ本当にセレズニアは普通のカードの集合体になりやすいです。ただそれだと、まあ色の組み合わせ的にもね、あんまり強くならなくて、強いセレーズニアになるときには、もうアンコモンが必須ですね。なんでまあね、ちょっとこれ若干難しいんだよな、このアーキタイプ。コモンだけじゃないからな、もう。コモンだけでは本当組めないんで。ちょっとここもね、主要カードはこうなるんだけど、あとはまあ一応まあ2、3とかかな。まあこれ、まあ今日こういう感じだね。いやまあでも完成形から逆算するとこういう感じでもいいか。まあまあこんな感じのね、あんまり何も考えないデッキになりやすい。セレズニアになるパターン、大体そのまあやっぱり流れがいいからですね。なんかまあ、なんとなく、だからこれ、セシロー入ってないもしかしてこれ。あ、おったわ。なんとなくその白の流れが良くてなるとか、緑の流れが良くてなるとかが多いから、なんかその、綺麗なセレズニアがね、組めることあんまないんですよね。てかまあやっぱその特定アンコモンがね、必要ですからね。本当になりづらいんだけど。だからね、やっぱその、それがね、取れたパターンを考える必要性があって、そこはちょっと難しいですね。ピックの最中に、例えば、まあその、まあ1の1、取るもんない、パッシー取って、1の2、パッシー来た、うおーってパッシー取ってから、なんとなく、こうってピックして、まあまあまあ、セレーズになったかなっていう風になることはまああるんですよね。で、そういう時は、一応ね、エンチャントの受けってなるものが、本当にこれしかないんですよ。実質的にはね。これしかないんだけど、これ取った時に、ないときついんですよね。エンチャントがいっぱいないときついし、で、このカードっていうのは出れば、絶対来るんですよ。その、エンチャントの枚数が結構ないと強く使えない。もう、ね、デッキで10枚とかだと、まあ、そんなに、なんですよ、このカードっていうのは。13、14、まあ10はまあまあいけるけど、まあ、7、8枚かなとかだと全然強くないんで、13、14枚ぐらい欲しいですよね。まあ、つまりもうクリーチャーは大体エンチャントだし、除去もエンチャントがいっぱい入ってるみたいな感じであってほしいっていうカードなんで、でこのカードが出れば来る以上は、で、アンコモンっていうものは一応期待値約1枚出るんですよね。約1枚出るため、まあ、これが取れる前提でピックをしていく方が、多分バリューがいいはず。っていうことでですね、まあ、なんとなく白黒になった場合は、ちょっと意識してエンチャント高めを取ることが一応大事なのかなとは思っています。だから、例えば2マナ域で、本来であるならば、まあ、この2マナ22と、2マナ22くんと、ちょっと、画像が。村22君と221だったら基本こうしとるんだよね。そのまあ侍じゃなければだけど、まあ取るかとか、別にまあ弱いわけじゃないからね、カードがね。リスクあるだけで、リスクがすごいけどこいつ、そんな感じなんかなとはね。はいはい、耐えて打ってる。うん、まあこれもかなり強いですからね。まあでもまあ、やっぱ基本的にこれからも強いですからね。まあ1枚入れる分には全然いいと。で、まあ他アーキで使えないカードはないっす。これも。ないけど、まあただカードがやっぱ強いからね。で、色の組み合わせ的にもね、やることが同じ方向を向いてるんで、まあなんか、その固有性はなくても強いデッキになりやすい。まあそこそこかな。強いというか、まあ、戦えるデッキにはなりやすいですね。で、青黒はもう、うん。青黒はね、とにかく忍者の強いところ。で、やっぱアンコモンがね、強いんで、コモンだけだとまあまあ、そんなにではあるんだけど、そこはまあ単純にそのトップコモンいっぱい与えたら強いだけだからね。こういうところはまあ当然強くて、ただまあ一応ね、まあ、こういう忍術を使う以上は軽いクリーチャーが欲しくてっていうところで、このサイバー、じゃあネットワークの管理者ですね、が強いですよねっていうところですね。なのでまあ、これは、あ、気づかないやつがあってと。一応まあ、この111とかも、211とかも、まあ、綺麗に組めると、実は入るのが強いんだけど、このカードって。まあ、殴れないからね。だけど、結構ね、このカードがよく、まあ、言うても入ってくるんだけど、言うて入ってくるときに、相手からすると本当にきついんですよね、このカード。マジできつくてね、これ。これ、殴ってくるこいつをブロックするのが本当に難しいとか怖いですね。これがあったら恨めるし、通したら当然忍術されるから、まあ、ブロックするしかないって感じなんで、これがあると結構まあ、除去になるんですよね。まあ、その、状況によるんだけど。ただ、2-2しかいなかったらね、まあ、撃たれても全く問題ないんだけど、そこがさ、例えば、なんていうか、そのね、例えば、まあ、こういうなんか、55とかさ、そういうでかいクリーチャーしかいないときに、これがいると、もう困る。まあ、その時は今日も通すんだけどさ、もうしょうがないから、もう除去られたらやばいから、通すしかないってなって、アドバンテージを取られてしまうっていうことになるから、やっぱね、このカードは、この、強い瞬間がたまにあって、それがめっちゃ強いんだよね。大体弱いんだけど。止まるからね、当たり前に。止まるはずだから、基本止まるから弱いんだけど、まあ、たまにまだその2ターン目出ないから通ることもあれば、さっき言ったような状況で通すこともあるから、まあ、下振れがついていいね。まあ、デッキの下振れかな。その、強く組めなかった時の構成すら、結構強いのが青黒の強みですね。リミッター。今回は結構まあ難しいですね、実際。うん。やっぱシナジーありきだし、カードパワーも高いしで、結構、ね、サクって倒されてしまう、そのハイデッキにサクって倒されてしまうこともあれば、重いデッキになんか無限コンボっぽいことされて負けることもあるし、結構環境の速さの緩急もあるし、カードのなんていうか向いてる方向性も結構バラバラなんで、うまく組めないこともあったりとかで、多分結構、うん、難しいと思います。あ、これもいいね。これも結構忍者カードですね。これはまあ忍者ってあれでもないけど、これとか、でもこれはそうでもな。1枚しか入んないからな。あんまりまあそこにいる、まあ、なんでもないか。まあ、忍者カードっていうのはこんぐらいかな。まあ、このネットワークの管理者が、やっぱ忍者デッキの大事なところですよね。点数低めでタイヤがあんまないからな。22飛行機体。ああ、あれ多分アンコモンかな。アンコモンは一応ね、入れてないですね。こっち側に。あれはまあ、結構たらつようですね。戻したら嬉しいよね。スパッツって。で、青若はね、これも2軸あるんですよ。で、一応青若に関しては両方ともまあまあ強くて、まず赤軸ですね。これはもうほぼ赤単チックな感じで、まあ、なんか適当に合うからちょっと入ってるぐらいなんだけど、ここはまあ共通ですね。もうこれ、まあこいつがいて、まあ、なんかまあこれとかいたり、これでいたり、これがいたりして、っていうのが赤軸。で、逆に青軸っていうのはまあ忍者ですね。でも青黒と同じような感じでね。で、このカードが一応ね、青若でも比較的その、この忍者パッケージとして、機能してくれてるので良いと。ただまあ、そのこれね、赤軸も結構こういうカードなんで、忍術とまあまあ相性悪くないんですよね。っていうのは、その例えばこの1011がそのこの忍者これをね、サイズを上げたいブロックカードがしてくれて、で、こいつがまたハンドに帰ってサイズを上げて殴るってことがあるんで、意外とね、この青赤に関しては、青軸ファクトでやっても、赤軸ファクトでやっても、まあまあ結構いけるっていう。ただ、そんなに一部噛み合うところはあるとはいえ、そこまで、ね、合致した相性がいいわけじゃないから、当然綺麗な青黒とか、綺麗な角黒には普通に押し負けますね。青赤っていうのは、まあ完成形がね、赤軸なんですよ。で、青軸の方は、まあ、そこまでって感じかな。やっぱね、青の忍者軸のベストが青黒なんですね。もうそこはもう決まってる以上は、どう組んでも青黒にはもう勝てなくて。うん、青軸で組む以上はね。だからまあ、ちょっとこう、どっちでもいけるんだけど、どっちかっていうと赤軸を目指したいっていう感じですね。まあ、目指してもできるもんじゃないけどね。ああ、そうですね。こいつがファクトクリーチャーだったら、結構世界変わってますね、多分。赤黒よりも青赤がベストってか、ハッカーで終わりかってだけどね。青魔の分だけパンプしますって言って。霊視ハッカー忍術って言っても、これが無限に回って、こいつが、3点、4点、5点、6点、7点とか言って、入れそうだな。霊視ハッカーファクトは、やばい。まあ、そうだね。青赤はそんな感じだね。まあ一応、これとかも結構、まあ、でもこうでいいか。こういう感じですね、青赤は。でこう見ると、まあ、青メインに見えちゃうけど、まあ一応、でも基本、顧問だけで組む場合は、まあ、基本こういう感じになりますね。で大体、これが1枚入って、434が1枚入って、赤で434 1枚入って、これね。で、全部探って勝つ、みたいな。ただ、まあちょっとね、どうしても、まあ、顧問だけの青赤もやっぱり弱いからな。やっぱアンコモありきですね。で、他は駅で使われないカードっていうと、まあ一応ファクトアーキだからな、これは。まあ共通でここかな。ファクトアーキの共通カードで。これってまあ結構、なんか壊れで矛盾してるけどな。こことここで使われるけどみたいな感じだけど、まあ使われづらい。まあ忍者アーキのカードとファクトアーキのカードが共存するアーキではあるからね、まあ一応青赤は。まあそういう感じか。で、青緑はね、結局ね、まあもしかしたらあるかもしんないんだけど、今んところ俺顧問だけで勝てる青緑組めてないんですよね。組めてないし、まあ、対戦もしたことないから、多分まあないんだけど、青緑が、まあ、ランプって言ってるけど、ランプしてもレアがないと勝たないんだけど、まあ一応そういう意味でも大前提として、ランプ気味で組むんだったら、まあ、亀とあれが必要ですね。で、これはまあアンコモン出すか。アンコモンで、よいしょ。ちょっとね、あんまりアンコモンの体に入れるともう収集なくなっちゃうんだけど、まあ必須なんですよね。青緑。この、まあ、重く組む上ではね。重く組むっていうか、殴る上でもこれないと結構弱いんだけどね。これと、回収ですね。これ結構ね、ミドクロで使ったが強いとも多いからな。なんかまあ本当にこれで、青緑が強いかって言われると難しいんだけど、まあ、この無限回収パッケージありきで、まあ、太いところを取ろうみたいな。で、緑は、忍者パッケージは、基本的に弱いっすね。あんまりやんない方がいい。一応ね、こいつだけ、これがあった時だけいっぱい入ってくるんだけど、緑ってでかいクリーチャーというか、まあなんだろうな。去年太くて重めのクリーチャーが多くて、忍術でハンドに返すことが、本当にきついデメリットになるんで、ミド青で組むときの青の忍者の点数はガクッと落ちます。霊視ハッカーとか402バウンス君もこのカーにおいては、402はいいんだけど、霊視ハッカーとかは低めに見た方がいいですね。まあ例外が亀ね。亀入れるんだったらもう全部 OK です。入れましょうっていう。亀を強く使うために入れましょうって感じですね。亀は最強なんで、亀には全幅の信頼を置いてもいいですね。で、あとまあ、やっぱこういうカードですね。結局もうミドワオって、どうやっても大振りになっちゃうんで、マナ加速は、まあ、やっぱね、なんだかんだ強いっすね。大振りで生きていこうみたいな。で、ミドワオはね、青のカードがまああんま強くないんですよね。で、そう、もう一個あるのが、英雄譚が微妙です。こういうね。で、まあ、カードは強いんですよ。ただですね、そのミドワオでさっきも言った通り、大振りなんですよね。除去が、まあ、格闘、盤面を要求する格闘か、重いカードしか存在しないので、後手に回った時に非常に返しづらいんですよ。で、英雄譚は、まあ、後手に回るカードなんですよね。今、力を貯めて、後で強い行動をするっていうのが、コモンの英雄譚なんですよね。この環境の。まあ、2回ルーターして、盤面は何もせずに、3ターン後に2、3飛行っていう、まあ、本来3マナ相当のスペックのクリーチャーが出てくる。これも2ターン盤面を強化する。ただまあそれのアクションとしてはまあほんと2マナぐらいの動きですよね。動きしかしなくて3ターン後に初めて5五速攻警戒っていう、5五速警戒っていう、まあそのまあ6マナ相当のクリーチャーが出てるって感じのカードなんで、ちょっとね、その受けに回ってる時にプレイするカードじゃ当然なくて。っていうようなカードが、どうやってもね、ミドワオっていうのは多く入っちゃうんですよね。重い除去もそういう系統のカードらしい、英雄譚は全部そうっていうところで。なんで、極力英雄譚の枚数は抑えるのがミドワオの、まあ、なんていうか、その、条件というか、まあ、必要なところですね。まあ、それでも入るカードがあるんで、例えば、母聖術ね。もう、リターン、すごいやつ。とかこういうのがあるんで、できる限り、重い英雄譚とか英雄譚は減らしましょうっていう。はい、そんな感じだね。で、まあ、ミドワオはね、うん。アーキタイプって感じはもう本当にないんで、まあ、緑軸のランプデッキでレアに行きたいって感じですね。またアンコモンか。まあ、今日こうあったらまあね、格闘とかで、格闘回したら勝つから、結構タッチとかでもいいか。まあ、例えばこれか。3マナの。まあ、これもまあ一応アーキカードですね。一応。で、まあ、基本これよりはこっちの方が、まあ、タッチできるんで、全然これでもいいんだけど。あとまあ、一応まあ、基本的にはこっちが強いんだけど、困ったらこれも入りますね。ルーターがね、ミドワオは結構しづらいんで、ちょっとまあ怪しいけどね。まあ一応これもまあこれでいいか、はい。こういう感じ。まあ、使われない。まあ使えない。じゃあまあいいか。はい、で、赤黒がね、これコモンではもう組めないんだよね。ただもう一応組む際においてはこういう感じですね。これがあってのは本当ファクト軸って感じなんで。で、コモンのね、ファクト軸、基本これ、こんなもんなんだよな、マジで。あとはショックもあるけど、赤黒は非常にね、レアリティが要求されるんで、卓1じゃないと強くないことが本当に多い。で、一応まあね、赤黒の赤メインじゃない赤黒もあって、それがまあ、殴る赤黒で、まあ本当これですね、こういうカード。軽量の、軽量で殴る。まあまあ強いんだけど、それも結構ね、なんだかんだファクターの枚数は必要になってくるんで、なんかこういう、これまでも結構ね、事前の策っすね。基本的には赤黒でこうならない方、まあ、なるんだったら、素直になんか違うカラーやった方がいいんだけど、こうやって、こうやって、まあ、これとかもよく入るんだけど、まあいいや。で、まあ、ここはもう、オアスね。じゃあ、これも使うか。赤黒はね、まず、ファクト軸は基本こんな感じ。で、そうじゃないときが、オアなんで、オアだな、ここは。なんか、オアって入れて、あら。まあいいや。オア。どうしようかな。中揃えの、あれ、はいや、リーってやって、まあいいか、これで、はい。こういう系統か、こうですね。で、まあ、やっぱこれとかはね、非常に使われづらいんで、まあ、この辺を、コモンでいいとこ変えるんだけど、まあ、集める感じないんだよね。1枚だからな、これは。で、これはまあ、複数枚あってもいいんだけど、てかまあ、複数枚あった方がいいんだけど、所詮もコモンのね、アタッカーなんで、アンコモンにしたい。まあ、それ欲望だけどね。赤黒は本当にコモンだけではまじ勝たないんで、アンコモン取りましょうって感じですね。で、あれ黒緑2個ある。あ、やりたいか。で、赤緑は、これもまたね、さっきもまあ言ったかもしれないけど、ちょっとこう、コモンだと難しいんだよね。あとこういうところがまあ、もう本当これはもう必須なんだけど、で、まあ、こういうクリーチャーをこういう除去でサポートしましょうねっていうのが分かりやすい色で、こういうところでね、クリーチャーを今日、まあ、そのアシストしようねっていうのがまあまあベースにあって、で、改善シナジーっていうものがあるんだけど、実はコモンのね、改善シナジー系のカードが実は全然強くないんですよね。まあ、2マナ3点がまあ、とても強く使えるとかもあるんだけど、これまあなくても強いんで。で、改善シナジーのカードっていうと、一応この、どうだっけ。あれいねえな。あ、いた、これこれはまあそうなんだし、これもそうなんだけど、別段なんですよね。なんか、2ターン目に改善することほとんどないんで、まあ、あるんだけど、ほとんどないんで、で323番には当然弱いと。いうことですんで、ちょっとね、なんか、コモンでこれが欲しいっていうのは、実はあんまないですね。ここも結構アンコモン依存。まあ、ただ、赤緑のアンコモンに関しては、まあ、そのさっきさ、微妙だって話をしていたやつね。これ、これリーゼント君とか、これもね、改善、自然にしてるカードだし、とか、まあ、これもそうだし、で、まあ、競合はするとしても、あれ？あ、マルチねえわ。そうそうだ。まあまあ、マルチのカードあって、あ、これ、はい、これ、カッパね。カッパとかもあったりだし、まあ結構その改善してくれるカードと改善したら強いカードっていうのが、まあ、アンコモンがあったら全部ね、従前に機能するようになるんで、アンコモンの有無によってその辺が変わってきますね。このコモンの質が変わってくる。で、最終盤に関しては、あんまりアーキタイプは考えずに単純に強いカードを取っていくのが、まあ、ベースになります。つまり、その、これよりは、てかまあ3マナのクリーチャーはあんま意識しないかな。まあ、こういうのはあんま取らなくてよくて別に流してよくて、まあ、ね、当然こういうトップコモン級のカード取ってって、もう取るもんなくなったら、まあその違うカラーの受け、例えばその黒いカードを取るとか、の方が多分いいですね。だからまあその、まあ、ミドルベースであれば黒か、まあ一応白いところとかがあったと取っていって、で、赤ベースだったらもうそのこういうカードを取っていって、で、アンコモンが来るんだったら、まあ、行くぜみたいな。基本これ一周するんで、こういうカードって。まあ、一周で拾った感じ。基本的にこういうから一周で拾う感じですね。緑と赤の強いところを、序盤、まあ、6手目とか、まあ、取り得ると思うんで、拾っといて、一周したカード、暇な手順で、まあ、なんかまあ、適当なカードを取る。まあ、これとか、それから、でもあんまりいいんだよな。これとか、これとか。で、これはまあね、トークン出る、言うてもなんで、まあそんなに綺麗に組んでもあんま入んないですね。今このカードはそのブチギレアグロで入ることが多いですね。まああそんな感じなんで、使用カードで、このね、323があんま入んねえんだよな、使用カードに。コモンで赤緑で、いや、除去なんだよなって、壊れた除去なんだよな、マジで。ほんとそう、まあ、これか。まあ、この2マナ22は、殴るために入りますとよ。はい。殴りましょうって感じですね。で、これはですね、この、一応改善をする、シナジーのカードっぽく見えるし、まあ、改善はするんだけど、さっき言った通り、その改善をすることのバリューが、実はコモンではそんなにないんで、あんまり、意識しなくても大丈夫です。というか、基本このカードは入んない方が強いです。このカードの、もう、このカードの価値っていうのは、もう、ほんとこいつなんですよね。このカッパがいるときに、カッパを再利用できるっていうところにしか基本価値がないと思ってもいいレベルなんで、カッパがないときにこのカードは入れない方がいいですね。まあ、カッパがあるときにこのカードは、カッパをハンドに回収するっていう効果を持ってくれるんで、まあ、そうなったら入るんだけど、まあ、カッパがなかったら、まあ、あとまあそのカッパクラスのね、まあ、レアの能力模試とかね、そういう、まあ、黒忍者とかね、200カウンター置くやつ。まあこういうカードとかカッパとかがいる限りじゃない限りは、まあ、こいつはアンプレよりのカードと思ってください。これも同じくですね。これはまあ、タフイチはまあタフイチだからね。まあ受けデッキで、もう後半でもいいって感じじゃないと入んない方がいいみたいな格好もありますね。なんでまあ、赤緑はそんな感じか？コモンだと、ああまあこれだ、これだ。これはまあ赤緑めっちゃ入る。はい。で、他のデッキが使わないカードは、だから、まあ、コモンにはないと。まあ、一応ね、赤緑のいい点としては、アンコモンに専用カードがやっぱあるところなんですよね。まあ、厳密には専用じゃないんだけど、これはこいつがまあ一応ね、ミドクロも結構強く使えるんで、実はまあ、厳密には専用じゃないんだけど、まあ、セレスでも一応使えるんだけど、まあ、一応まあ、とはいえ一応その赤緑がカウンターのカードをちゃんとピックしたら他のカーラーは若干使いづらくなるはずなんで、一応まあまあまあかな。で、黒緑はこのカラーはね、そのさっき言った通り普通にこうやってでも強いんだけど、このカラーはいろいろ一番ね、柔軟性があるんですよね。なんか順番前後したな。柔軟性っていうのは、ミドクロはね、ミドバになれるんですよ。このカラー。まずね、ゲームの底で言うと、ミドクロは基本的にゆっくりします。ミッドレンジより、まあ、後ろ向きだな。結構、まあ、コントロールに近いミッドレンジですね。で、まあ、ミドクロの、まあ、次黒の除去と格闘、そして、太いクリーチャーを使っていくデッキなんだけど、この回収がやっぱ強いんですよね。で、除去がね、エンチャントのものがまあ一応あって、このエンチャント除去を回収するカードがあるし、回収するカードを回収するカードもアンコモンにもコモンにもあるんで、その1枚の除去を何回も何回も使えるんですよ、このデッキは。っていうことをもっともっとしようと思うと入ってくるのが、まあ、亀なんですよね。ミドクロにおいてベストなアンコモンは、まあ、亀なんですよ。ミドクロはこの亀と回収のシナジーをデッキに組み込めるかどうかで、デッキの強者結構変わってくるんで、ミドクロがね、こういう風にやってるんだけど、これやると全部ね、ミドクロできちゃうんですよね。なんか青の必要なターンがめっちゃ遅いんで、まあ、最悪やらなくてもいいんで、ミドクロはね、青緑がしようと思っていることをもっとスマートに強くしますので、こういうところはね、使うこともできるんですよね。使わなくてもいいです、ミドクロは。もう、赤緑のような改善ビートダウンもミドクロはできます。なぜなら、赤緑の赤の要素は弱いため。緑がね、ランプと改善、根力っていう3つの、まあその、まあなんだろう、役割を持っていて、それがまあ、各色に分配されてるんだけど、なんかね、ミドアカとミドアオに当てはめられてるはずの動きがこいつらあんまり強くなくて、見どころがね同じぐらいできるんですよ、それを。なんか知らんけど。なんで基本的に見どころはこいつらの上位互換に良くなります。なんで、ね、つまりこれを持ったりとか、こういう動きをすることもあれば、こういう動きをすることもあるんですよね。で、ミドクロは結構臨機応変にいけます。はい。当然、まあ、こういうことをせずに素直に行くこともある。つまり除去、肉、回収。まあでもまあ、除去肉回収プランは、まあ、結構こっち寄りなんだけど、まあでもこれ、まあ、マナをね、こういうランプしないパターンが結構あるからな。見どころはね、どの構成も結構強いんだよね。それがマジで強い。こうやるのなんかあんまりね、バカっぽいんだけどね。で、コアリーの、まあ、除去を素直に使っていくことも当然強い。てかまあ、そこが一応本命なんだけど、まあ、まあ、これはまあ、そんなに、まあ、こうかな。こうですね。で、当然このハイブリッドもあります。なんで、ミノクロは結構ね、組むのがまあ、難しいはないんだけど、まあ、なんていうか、結構組むときによってデッキの構造はまあまあ変わったりしますね。やっぱその黒っていう色が人気あるので、どうしてもね。黒のカードがどんだけ取れるかによって、で、他の色がどんだけ流れてるかによって、結構構造が決まることが多いですね。で、まあ、基本これですね。まあ、これは本当ミノクロカードですね。一応赤緑も、そのね、これ4、これを使う際に欲しかったりするんだけど、やっぱりね、ミドクロだけね、このカードを強く使える度合いが半端なく違うんで、まあ、これと、あとアンコモンのマルチですね。多色の、これ。ここなんか、これ英語だな、これだけ。グロームシェイカー。なんでこれ英語なんだろう。更新したのあるかな。ダメだ。MTGJP さんがなんかバグってるこれ。グロームシェイカーおるけど。闇叫びではなくグロームシェイカーがいる。まあいいや。でもこのカードってさ、ね、場から死亡すると通用するんだけど、まあ、ハンドに帰る分にはね、全く問題ないんで、闇叫びで、まずこれ出して、ブロックとか相打ちして、から闇叫びでこれを回収して、これで闇叫びを回収してって動きをね、やると、とても気持ちいいですね。まあ、盤面での無限ですね、実質。で、盤面での無限は当然除去で飛ばされるんで、アドバンテージを稼いで後のこいつを除去らせた後に、まあ、亀でこういう動きをするのがこのデッキのすごい強いムーブですね。でもそれをするためにはやっぱ除去が必要なんで、除去がね、なくちゃいけなくて。で、除去がないとこれ動きできないんで、まあこういうね、こういうビートダウンが始まることもある。まあそのパターン結構まあ苦し紛れなんで、まあ、そんなに強くないんだけど、緑ってバットリがね、すごい多いんですよ。この、民用の保管もあれば、アンコモンのさ、カウンター2個を置いたりするやつもあるし、マナコストを参照としてでかくなるものもあったりとか、いろんなね、バットリがあるんで、結構ブロックしづらくて、緑の殴るデッキは、もちろん完成形で見ると、まあね、その赤身のとかでも、まあ、マルチアンコモンがあるからさ、当然こういう、こういう時か。この専用のね、マルチャンコモンがある分、一応、他のカラーの方が本来強くなるんだけど、例えば赤みはそうか、強くなるんだけど、まあ、ここがね、そんなに変わらない場合、つまりその、なんていうか、枚数が1枚しかなくて、除去の質が黒のがいいからとか、クリーチャーのスペックは黒のがいいんで、赤よりもね。だから、もろもろ考えると、ミド赤改善デッキよりもミド黒改善デッキの方が最終的に強いのかはね、全然あるんですよね。なんでまあ、ミド黒はまあ、器用貧乏になりやすいっていう問題があるんだけど、一応結構万能選手と思ってもいいと思います。緑をやるんだったら、ミド白かミド黒が狙いたいところですね。ミド青とミド赤は、まあ、避けたいよりです。はい。そんな感じ。っていうのが、まあ、今回のアーキタイプのね、まあ、総評というか、まあ、多くのまあ考えているアーキタイプの、あれでした。はい。で、ようやく、全部、ちょっとできた。レアはもう何回だろう。レアはね、この前、やったんだけど、あれは、なんか、強いレアが多すぎてとかあったかな。あれイニスのレアやったよな、俺。シンクのちぎりのレアやんなかったっけな。あ、これか。懐かしいな、これ。なんか、ボムレア多すぎって話ありましたよね。それで今回はね、多分、まあやっぱアンコモンが強いからと思いますけどね。アンコモンが強くて除去も強いから、なんかもう、レアゲーってのはあんまないっすね。もちろんなんかすごい強いレアあるんだけど、なんかそれだけで積むってことはほぼないかな。ドラゴンもね、結構その追放除去だったりパッシーがあったりするんで、ドラゴンのサイトも結構返せるし、なんか出されて、まあ放浪王かな。放浪王はマジやばいね。放浪ぐらいか、そのほんまにやべえっていうレアは。他はまあなんか、まあ、倒せないことは、まああと試しかな。試しもまあ2ヤード絶対稼ぐマンだしな。除去でなかったら絶対負けて、除去ってもう2ヤード取られてるから、まあきつい。めちゃくちゃやばい。こいつとかはまだマシだしな。いや、めっちゃやばいけど、まあ、これもまあ除去ればいいというかね。意外と動いてもね、そのまあ、すぐ負けないから、まあ、放浪試しぐらいですかね。本当にやばいレアっていうのは多分。そう見ると、1枚神話だし、もう片方はね、まあ、色の縛りやとめっちゃ重いから、まあ、うん。やっぱりまあ、比較的レアが平和な環境ですね。まあ、カードパワーでも高いけどね、すごく。めっちゃ強いレアあるけど、やっぱりまあ、環境に回答が豊富にあるのがでかいっすね。うん、そうね。どれもそうでもないね。特殊って、あ、両面か。あ、これもやべえな。あ、これもやばいっすね。うん。基本的にはインスタント火力必須だもんね、これ。まあ、一応2ターン前から分かってるけど、インスタント火力が持てれてなかったら負けだから、これも。まあ、これ、しかも、ね、ソーサリー塾だと間に合わないから、まあ、それやっぱでかいな。これはもうまあまあ、それ系ですね。だから3枚かな。放浪王と、ジュガンの寺守りと、試しの3枚が S 級妖怪ですね。他はまあ、やばいけど、一応、ね、召喚入りで帰ってくるとかもあるし、まあ、なんとかなる。それに負けては文句を言えないって感じですね。試しとジュガンと放浪王に負けたらまあ文句言っていいっす。無理だろーっつって。そこにだけは文句言えると思うけど、まあでも、神話に負けた文句言うのはね、昔からのことなんで、マジック。はい。うん。まあ、国別も超強いけどな。うん、国別もまあ結構強いな。相手だけ吹っ飛ぶことがあるから、まあだけど。まあでもこれはまあ状況によるからな。ただのラスヌで終わることも結構あるしね。はい。ってところで、じゃあ今日はじゃあこんな感じかな。もう11時になっちゃったんで、ドラフトもまあね。あとは一応ね、ドラフト以外にもさ、スタンダードもね、ちょこちょこしたいなとか思ってるんですよね。で、今ほら、日本選手権の予選が始まってまして、僕もね、今ちょこちょこ出てるんですよね。赤黒とか使ってるんだけど、結構楽しいなーってなってるんで、そういうのもね、またできたらいいなと思ってます。一応、今日で、ある程度まとめというかね、ドラフトについてはできたんで、来週、またこのね、内容を踏まえて、ドラフトをするか、実際その、スタンダードするかは、ちょっと、その時、消えます。で、ちょっとツイッターで告知とするんで、よろしくお願いします。では、そんな感じで、今日もご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ではでは、お疲れ様でした。おやすみなさい。